はい皆さんこんにちはレ e c 専任講師森田隆一ですそれではただいまより不動産鑑定試験2020合格基礎講座経済学第1回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたします はい、えー、本日ですね、え、第1回目ということになりますけれども、えー、まず最初のお時間ということになりますので、えー、簡単にね、ガイダンスから入らせていただきますけれども、えっ、ー、と、まず、あの、この講座はですね、合格基礎講座というふうに言いましてですね、まあ、全18回経済学は用意させていただいてあるんですけれども、まあ、1回あたり2時間半ですね、え、やらせていただきまして、えー、そして、まあ、あの、4つのブロックから構成している、そういった講座になっておりますね。えー、ま、大きくは2つ。 に分けけるんですけどその前半と後半にもまたさらに、ね、分けましてですね、まあ、ブレイクというのを入れるわけなんですけどもそんな感じで授業の方ね進ませていただきますで、まあ、全18回ということで非常に長丁場になりますけどね本講座はインプット講義ということでありまして皆さんあの、ね、教材を手元に置いてですねメモを取るねペンなんか何種類か色,色ついたものを用意していただいてですね受けていただくと いいのかなと思っておりますでは早速ねちょっとガイダンスの方を本格的にさせていただきますけども本講座の目的ということでありましてねまずやっぱりねこの講座の目的というのを明らかにいたしますけどもこれは私私ですね毎年申し上げてるんですけども経済学のやはり合格答案を書くっていうのがね目的として挙げさせていただいてるんですね。 あのまあ、経済学の授業をやらせていただいておりますけどもあの経済学を極めるとかねあるいは経済学を深く理,由理解するだとかそういったことではなくてですねやっぱり短期合格、えー、これが私の目的にはあるんですね、まあ、私大学でも教えておりますけども大学で教える経済学ともまたそういった意味ではねちょっとまあ違ってるという感じになりますね。 短期合格を目指しているそして合格答案を書く、えー、作るこれがですね私のこのね合格基礎講座をやらせていただいている目的なんですねですから、まあ、こちら毎年強調させていただいてるんですけどトップ答案ではないというところですね。あのーまあ、うーん合格答案とということで えー、ありましてトップの答案ではないと非常にね例えばプロのですね、えー、専門家が書くようなそういった答案なんかはもうそもそも目指さないということでありましてね、えー、そんなことをやってたら本当に10年20年かかってしまいますよ、えー、そんなことをやってたらですね非常に長い年月を要してしまいますんで、えー、皆さんは実務家になるというねそういった目標がありますので実務家になるにはですねいち早く実務家になって経験を積むことの方が大切ですからやっぱり受験勉強は短い方がいいであろうということ ことでありましてね、えー、受かるというね、えー、ことを目的に、えー、トップを取ることではなくてですねだから金メダルではないんですよね、えー、金メダルを取るんじゃなくてですねまあ入賞を目指すというね、えー、そういった勉強法になるのかなということでありましてあのトップとは中は目指さないでいただければと思いますね逆にですね非常に遠回りしてしまうということになってしまうんですね でまあ、経済学の、ね、勉強を深めたいのであれば、まあ、それは受かってからね、えー、深めて頂ければいいということでありましてねまずはやっぱり受かることそして実務経験を積むことの方が大切かと思いますんで私の講義は、えー、短期合格、えー、これを、ね、目的にしております。で、えーまあ、つまりということで、えーまあ、具体的にはですね2020年の夏にですね2時間で2枚の合格答案を書くことなんだなということなんですよね。 でそれには、まあ、やはり戦略が大切になりましてですね短期合格にはやっぱり戦略が必要なんですよね。まあ、戦略っていうのは何かなっていうと何をですね やらないかっていうのをです、ね、決めることこれが戦略だっていうふうにマイケル・ポーターという、ね、経営学者が言ってるんですけども何をやらないかっていうのを、まあ、決めることだとこれが戦略だと私の、まあ、短期合格の戦略はですね、えーまあ、試験に必要なところを、ね、勉強すると、ね、試験に必要な情報を、まあ、提供させていただくとそして出るところをです、ね、出る、えー、分部分ですね、えー、そちら出る部分を、えー、ご紹介させていただくと理解していただくと、まあ、そんなところに力を入れております。 んで、合格に必要じゃないところはね、まあ取り上げないというスタンスでねやらせていただきますね。ですからバッサバサね、ある意味では切り捨ててると。だけども、合格に必要なところはまあしっかりとね押さえてるといった感じでね情報の方を提供させていただこうと思っております。私ねあのレックの講義は2008年からね。 ごめんなさい2007年からやらせていただいてるんで2008年度合格向けから担当しておりましてですね、えー、もう今年で12年目ということで、まあ、自分も年取ったなみたいなね昔は若手っていうふうに呼ばれてましたけども、まあ、今鑑定士課ではねやっぱり私より私が一番、あのー、講師では年齢があ、えー、まだ、ね、若い方なん若いんですけども、まあ、昔はね若手だったわけなんですけどねいつの間にかもう年取ってしまいましたということなんですけども、まあ、12年やっておりますんで出るところ出ないところもう私は わかかりますからそこは春別させてね、えーまあ、情報の方で提供させていただきますんで。 え皆さんは新しくね何かこう例えばねうん経済学って後ほど申し上げますけどね数学を使うんですよ数学を使うからじゃあ数学のなんか教科書かなんか必要なのかなとねそれを買ってきてえ授業以外にの時間を使って数学を勉強するだとかねあるいはえ私の講義以外にもなんか経済学の教科書を買ってきてですねそれをやるだとかそういうのはね全く不要ですさっきり言ってえ逆に時間がかかってしまうというふうに思って頂ければと思いますねだ。 やらないことを決めるんですよ。それが戦略なんですよねですからそのやらないことをどん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 ね決めてってだから私の方で、えー、提供させていただくですね兄弟、えーえー、これでもうほ,ほぼ全てだというふうに私は確信してですね12年間やっているわけなんですけども、まあ、それでですね、えー、解けない問題っていうのが出たらですねみんな解けないということだと思いますねでね。 まあ、はっきり言って2017年の本試験は非常にレベルの高い問題がマクロ経済学の分野で、ねえー、問われたということだったんですけどはっきり言ってできませんよほとんどの受験生の方はねですから、まあ、そういう、ね、問題があったりもするわけなんですけども、えー、受験生の方がですね取らなければいけない内容の問題に関しては私の講義で全てフォローしますんで、まあ他でむしろ、ね、なんかこう教材なんかを買ってです、ね、やるということははっきり言って、まあ、ちょっと遠回りになってしまうと。 といととだと思いますんで、えーまあ、とにかくやる教材絞り込むとやらないことを決めてやる,ことをや,るやる教材に関しては絞り込んで,です、ね、それをひたすらです、ねえー、何度も何度もやっていくとそんなスタンスで、ね、臨んでいただければと思いますねだから戦略というのは非常に大切になるわけですよで私自分で言うのもあの本当ほ、ねえー、他の人が言ってくれないものですから自分で PR してるわけなんですけども私当てますんではっきり言って。 あの直前期にですね「適中陶錬」というね、えー、そういったあの答案練習会があるんですねそして直前期には「公開模擬試験」というのがあるんですけど私はっきり言って当てまくってますから2018年で言えばですねえー、っと2018年だったら費用低減産業っていうのが問われたわけなんですけど私公開模擬試験の1回目でやってますよで2017年だったら外部制っていうのがあの出題されましたけどそれも私の公開模擬試験の1回目で確かやってるんですよね。ですすからあの当ててますんで えー、まあ私のね教材を、まあ、信じてねやっていただくのが一番、まあ、近道かなというふうに思いますけどね。 で残念ながらですね勉強時間は350時間しかありません、えー、学習時間は350時間しかないというふうに考えていただければと思いますねまあ、レックがですねまあ、不動産鑑定試験にかかる時間はどれぐらいかなっていうのをまあ、うん、大体目安でね人によってもも,もちろんバラバラなんですよあの例えば最近増えてるのは私の受講生の方なんかでもあるいは合格者の方でも結構いらっしゃいますけども公認会計士の方とかねそういった方はも,もちろん会計学ね免除だったりあるいは会計学受けても得点減 なったりすするわけですから会計学の勉強というのは圧倒的に少ないしはや全くやらないということになりますよね免除を使っちゃえばですからまあ、あのー、本当に人それぞれなんですよね、あのー、勉強時間っていうのはああいろんなバックボーンをお持ちの方があ受験生として、えー、参入されるわけですから、えー、勉強時間は人それぞれになるわけなんですけど目安としての勉強時間っていうのはやっぱりありましてねまあ担当論文合わせてですね2,500時間というふうに、まあ、レックではあ言ってるわけなんですね で担当が500時間そして、えー、論文が2,000時間であるとで2,000時間のじゃあ内訳はっていうとまあこれは私の、まあ、考えなんですけどもやっぱり半分2,000時間の半分はですねあの鑑定理論ですよやっぱりね。 えー、暗記も多いいだろうということとこでありまして、ね、どうしても 1000, 1,000時間ぐらいかかってしまうんじゃないですかで残り半分は、まあ、教養3科目で使うということで、まあうん、他の科目は、ね、どうだかちょっと分かりませんけども会計に関しては分かりますけども、まあ、大体経済学で、ね、350時間はちょっと確保させてほしいということでありまして、ね、350時間確保していただけるのであれば、まあ、合格ラインまでいけるんじゃないのかなとそこまで私は持っていくつもりで、ね、やらせていただきますので、まあ、皆さんといたしましては350時間を確保していただいてそして、えー、私の 講義を、えーまあ、あのしっかり受けて、ねえー、そして、ね、勉強していただくということで、まあ、経済学に関してはいいのかなと思っておりますね。 でまあ、特に、ね、理系の方なんかもあの私の受講生の方にはいっぱいいらっしゃるんですけれどもあの特にまあちょっと注意していただきたいのは経済学というのは数学つかんでね、えーまあ、非常にこう理系の方なんかは面白いというふうに思ってしまってですね経済学をこうやりすぎるっていう方が出てくるんですよだけどもそれははっきり言ってよ、まあ、くないんですよね。やっぱりあの ずば抜けてできてもでできもすね受かりませんのでやっぱりバランスのいい勉強法を心がけていただいていくら経済学が楽しくてもですねやっぱりあの、まあ、どの科目もですねしっかりと合格点取れる別にトップ投案じゃなくて結構ですどの科目もですね合格投案,案をかける合格点を取れるですね勉強をしっかりとしていただければと思いますねだからバランスのいい勉強をねしていただきたいですねだから抜けのないそういった状況を作っていただきたいんですよ苦手科目がない いい状況を作っていただきたいんですね。 ですからまあ経済学だけをやりすぎるっていうことは本当にあの求めてなくてですねバランスいいいそういった学習ですねだから食事と同じなんですよえ食事もですね最近糖質をカットするようなダイエット流行っておりますけどやっぱり糖質それからたんぱく質脂質これ三大栄養素で大切ですしえそれからビタミンミネラル食物繊維これやっぱり大切ですからバランスよくですねそれぞれの栄養素を取っていかなければやっぱりいけないわけですよね。それと同じで鑑定理論がががあああっっっててて民法があって経済があって会計が あるというやっぱり、ねや,いいいいととね、やっぱり苦手科目がある方はやっぱりちょっと厳しいかなと逆に得意科目はなくてもいいかなというふうに私は思ってりちょっと厳しいなと。逆に目はなくてるんですよね。というふうに私は思ってるんですよね。どの科目もですね6割は取れるというね、えー、いつやっても6割は確保できるとそういうね力をつけてる方がですねやっぱ短期で合格されてるなというふうに思いますんで是非、えー、ですねあのその辺あのそういったところを踏まえていただければと思いますね。 あのー、やっぱりやり、うん、経済学だけに勉強時間をかけすぎるというのはやっぱりね、えー、得策ではないというところですねそこをまあちょっとね強調の方、えー、させていただきます、えー、ではですねその次ですね 本講座の内容ですね受かるためにはどういった、まあ、ことをね私の方でやらせていただくのかと合格答案を作成するためには何が必要でどういったことをねこの講座でやらせていただくのかというとまず必要なことですね、えー、合格答案を書くためにはこれが必要です。まずイインンププッットトですね知識考え方をインプットしていただくと そしてアウトプットですね、論文作成力ですね、論文を書く力ですね、これをまあ身につけていただくということで、そのインプットとアウトプットがですね圧倒的に大切であるというのが、この鑑定試験なんですよね。 あのやっぱりねこの講座をお受けの方は担当式試験は合格されているという方が,が多いのかなというふうに思いますけどもあるいはこれから担当式試験を受けるという方もいらっしゃるとは思うんですがあの担当式試験とそして論文式試験の決定的な違いっていうのはマークシートなのかっていうのはマークシート式の試験っていうのははっきり言って色を塗ればいいっていうことじゃないですか。ですから書く力なんて全くなくても解けちゃうわけですよね。 それに対してやっぱりこの論文式試験っていうのは実際に書かなければいけないわけですからやっぱり論文を作る際の形式それも大切になりますし字の読みやすさっていうのも大切になりますしもろもろ大切なんですよ論文を作る力っていうのが大切なんですよね構成力っていうのも問われるわけなんですよ。 えー、知識をただね、えー、羅列するだけだったらダメなんですよ。そういった論文はね。ですからあ要は何が言いたいのかっつうとあの単発式試験だったらうんただね、えー、インプットしてるだけで良かったわけですよ、えー。アウトプットする能力っていうのはそれほど高くなくてもですね、えー、知ってれば解けちゃうっていうことがあ多いかなと。だけども知っててもなかなか解けないっていうね。 書けないっていうのがね結構この論文式試験ではありますんでやっぱり練習っていうのが必要になるわけですねですからまあこの予備校ではですねそのインプットの講義今回のこの合格基礎講座はインプットの講義なんですけどもアウトプットの講義,講,義講座っていうのも用意させていただいておりましてそれがね例えばこの講座が終わった後にやる例えば合格基礎討練であるだとか。 あるいは論文実践当連であるだとか的中当連であるだとかそういったところで、えー、インプットした内容を実際に使ってアウトプットしていくと、ね、そういった講座もありますんで、えー、両方ですねインプットとアウトプットが両輪となってですね勉強していく必要があるのかなと。で本講座に関しては、えー、インプットの講座ですね知識考え方をまず入れていくということですね。 ではっきり申し上げましてね、まあ、全18回、えーまあ、講座があるわけなんですけども申し訳ないんですけどもんこの講座でですね100%の知識は手に入りませんはっきり言ってここはちょっと申し訳ないところなんですけどねだから全昔20回やらせてもらってたんですけど18回でやれっていうね上からの指令がありましてですねやってるわけなんですけども、まあ、18回だとなかなかですねその合格に必要な内容ですねこれ全部ご紹介することはできませんでね。あの端折って説明 してもやっぱり思考力がつきませんのでロジックがあの備わりませんからはっきり言ってそれだったら受からないいうことになってしまうんですね。丸暗記だっっったらら経済学がかかりりませんからはっきり言ってなので、あのー、理屈を説明していくとどうしてもお時間がかかってしまいますんで、えーまあ、その辺ねどうしてもお時間がかかってしまうんで全18回のコマ数があってもですねまあパーセンテージにしてみれば7割からいいところ8割ですね、えー、それぐらいの合格に必要な知識考え 考え方を紹介させていただくということで、えー、2割ないし3割はまだちょっとね知識的な漏れがあるという状況ですから、えー、後発講座でですねさらに知識考え方をあの学んでいくとそして深めていくということが必要になっていきますんでこの合格基礎講座で全ての知識考え方が揃うんだというふうに思わないでいただければと思いますねあの我が不動産鑑定試験の経済学のね、えー、試験の内容っていうね試験の範囲っていうのは結構膨大でですね まあ通常の大学でいうと、まあ、私大学で教えているんですけども。 あの通常の大学の講義で言いますと、えー、そうですね大学の3年生の、まあ、前期のぐらいまで、まあ、要は2年半分ぐらいの、ね、勉強が、まあ、ないしは3年分ぐらいの勉強がですねあの試験範囲になってるわけなんですよ。でしかもある程度の精度これ求められるわけでありまして、まあ、そういったことで考えるとねかなりハードですよ。ですから350時間で私は、えー、合格をしていただくという、ね、目標 を立ててね喋ってるわけなんですけど、あの結構はっきり言ってね、これ独学でやったらね、1000時間余に超えますね。1000時間でも少ない方ですよ、はっきり言って。あの350時間に収まるようにね、私計算一応してこれであの喋ってますんで。 あのー、独学だったら1,000時間を超えるかなというふうに思いますんでね、えーあのあのまあ、12年の経験がありますんで、えー、ただね無駄に飯食ってるわけじゃありませんので、えー、まあだから350時間に収めるようにね、えー、いきますんで是非ねついてきていただければと思いますね。で、えーっとまあ、勉強の仕方なんですけどね、えー、理解と反復が大切ということでありましてね あのまあ、講義では理解していただくとで、ねえー、これもちょっと、まあ、一言申し上げておきますけど理解が圧倒的に大切なんですけども100%の理解を、あのー、求めてるわけじゃなくてですねある程度の理解でねこうど,んど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 ん進んでいかないとはっきり言って終わりませんからだから几、あ、帳、のー、面すぎないでどんどんちょっと進んでいっていただければなと思いますね。あのー 貴重面にに、ね、にてててをを理解してからら次進進むってことをやってたら一向に進まないんですよだから、まあ、ある程度あこれは分かったとイメージもできたというところでどん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 進んでいただければと思いますね。で先に進んでいけば進んでいくほどいろんな知識が手に入りますから前のところで分か,んなとこ分かんなかったところもあそうかこれってこういうことなんだなっていうふうに分かったりもするんですよ。ですからその初めの方で分かんなかったところっていうのをですね あのまあ、ちょっとね、えー、あまりにも分かんないことが多すぎて次のところに行くっていうのもどうかと思いますけどもあ,のある程度の理解でちょっと次に進まないと全18回終わりませんのであのちょっとテンポよくね講義の方は聞いていただければと思いますね。でその際にやっぱり理解というのを重視してだけど100%の理解それはちょっとね、えー、そこまでは求めなくてある程度の理解でどん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 進んでいくというねそういったことをしていただければと思いますね。で理解と反復が圧倒 基本的に大切なのかなと理解をし、それを繰り返していくと、ね、理解をし、それを繰り返していくという作業ですね。えー、まあそれが私はね学習の基本だというふうに思ってるんですね。 何度も何度もとにかくやると。何度も何度度ももやることによって、えー、点が線になって線が面になって面が立体になっていくっていうねそういったことだと私は思ってるんですよね。えー、何度もややるとということがやっぱりね、えー、必要ななのかなとで何度もやることによってその情報は自分にとって大切な情報だっていうふうに脳が意識してですね、えー、読み取ってですねそして忘れないっていうことにつながっていく長期記憶のところにそれが、えー、転送されるってことだと私は思うん えー、ぜひ何度もやっていただければと思いますね。 であのまあ、予習復習っていうふうによくねいいますけども、まあ、正直言って鑑定試験のご受講の方にはあまりご受講の方はですねあまり時間がないのかなと働いてる方の方が圧倒的に多いですから私の受講生の方だったらねですから、えーまあ、予習する時間なかなか厳しいだろうと私は思ってますんであのはっきり言って予習は、まあ、できたらやった方がいいのかもしれませんけどやらなくてもいいかなというふうに思ってますね。だその代わりり、ね、ししっかりと時間を確保してていいただいて 復習ねこれをやっていただければと思いますね、えー、復習しないとやっぱりねあの経済学って先ほど申し上げましたけれどもちょっと理系が入ってるんですよね、えー、文系で文系扱いじゃないですかあの日本だったらね経済学というのはだけどもまあ、理系なんですよはっきり言ってねだからまあそういった意味でねあの理系の学問というのはその前のところでつまずいてしまうとどん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 ,どんこう先行ってわかんないということになっちゃいますから。 だからあのやっぱりねあ,のある程度の,その理解100%までいかなくてもいいですけどある程度の理解を積み重ねていかないと次いってもちょっとねつまずいてしまうというふうなことになりますねだからその辺の塩梅難しいんですよ。えー、100%の理解までやったら時間がかかっちゃいますだけど適当にやってそれで続き進むと分かんないしっていうことでだからその辺の塩梅いっていうのは難しいんでだからその辺の塩梅をうまくやってる方は短期合格を実現してるっていうことですね。だかかから勉強をやりりすぎちゃっててねね逆ににあんまり先に進ま先進なくく、ね、それで長く時間がかかっ いいう方もいらっしゃるんでだからその辺のでそ辺ねちょっとあのそこは難しいところなんですけどもだから行き詰まったらね教えてチューターという質問のそういったあの制度がありますんで是非は私があのお返ししてますから、えー、質問あのがあれば、まあ、もし、えー、あればですけどね言っていただければと思いますね。 らまあ経済学ってね、まあ、やっぱり私はね、うんまあ、大学院って、えー、それ一時サラリーマンやっておりましたけどもあのまたこういう世界に戻ってきてね、えー、経済学を研究してるという、まあ、そういったポジションにいるわけなんですけども、えー、やっぱり面白いなっていうふうに思いますよ。 あのノーベル賞がある、ね、社会科学で唯一の学問が経済学ですから、えー、論理的な学問でありそして実践的な学問でもあると、まあ、例えば私だったらあの投資もしますからねでやっぱり投資に投資っていうのはやっぱりその経済の流れに沿ってやると、まあ、失敗が少ないということだと私は思いますんでやっぱり投資にも使えますしねいろんなところでやっぱり経済学っていうのは使えますから、えー、やっぱり実践的な学問だなというふうに思いますけども、まあ、だから非常に面白い 面白いからちょっと時間かけてしまうという方がいらっしゃるんですけどもあの時間かけすぎないっていうところがねポイントかなというふうに思いますねではえっとその次ですねでアウトプットの方なんですけども、まあ、これは「後発講座」ということになりますが、えー、先に申し上げておきますけど、えー、アウトプットする際にねこれですね、えー、練習こそ本番のつもりで受けていただくとね え練,練習こそ本番のつもりで本番こそ練習のつもりでっていうねごめんなさいねここちょっと間違えてましたけど練習こそ本番のつもりで本番こそ練習のつもりでっていうね。 えこととでで、えー、意識ししててやっていいければと思いますねよろしいですかねあのなんかあのー、当練ですね、えー、まだちょっと当練の話はまた今度っていうことになりますけれども当練を受ける際の心構えということで、まあ、練習こそ本番のつもりなんだとそれを積み重ねていかないとですねなかなかやっぱりね力もついていけないかなというふうに思いますんでね、えー、ではですねえー、っとあまだありましたねえー、っと使用教材ですね あちょっと順番がずれてしまいましたけども使用教材はねちょっと先に全部出しましょうか使用教材なんですけども、えー、っと合格バイブルですねそれから2020の合格基礎テキストそれから2020の効果系経済学この3つがね皆さんのお手元にあるんじゃないのかなと私は思ってるんですけども、えー、この講義で使うのは2020合格バイブルのみです。 えー、テキストそれから「講下系と言われるのは、まあ、一応自習用という位置づけでねやらせていただいておりますので合格バイブルのみをですねあのこの講義を受ける際にね用意していただければと思いますね他の教材はこの講義には不要であるとで、えー合,格まあえー、合格バイブルを使用しますよとで試験日までこれは使用してくださいと。 でテキストの方はどうかっていうと、まあ、自習用でありますけれども講座が終了した後、まあいつかのタイミングでちょっと一読していただくと教科書結構ね分厚いんで大変なんですけれども、まあ、私のこの合格バイブルを使ったですねその講義これを踏まえていただくと結構教科書を読んでても、まあ、分かるかなっていうふうに思いますんで、えー、いつかのタイミングで講義終了後読んでいただくと別に講義中でも構いませんけど講義終了後に読んでいただくということがこ講座終了後ですねごめんなさい。講座中でも構いません せんけど口座終了後に読んでいただくといいかなと。でそれから講課けですね。まあ、余力があれば使用していただくということですね。まあ講課けっていうのは一問一答形式になっておりまして、まあ,あ一問あってですね、それに対する答えが論文式形式の答えがねあるということで、まあこちらは余力があれば使用していただくということで、でまあ試験日までね講課けなんかは使用していただくということになるのかなと思いますね。 しいですかね、えーまあ。使用教材は合格バイブルということでありましてあとはペンなんか用意していただければと思いますね。では早速合格バイブルをですね開いていただければと思いますけども1ページですねイントロダクションというのがあるんですけどもね。 インンロダクションというのがありまして、まあ、マーカーちょっと先に引いちゃってるんですけども、えー、経済学とはと、えー、それから経済とはということでそもそも経済学ってどんな学問でしょうかということでありまして、えー、経済現象の仕組みですねそれからからくりですねこの経済現象の仕組みからくりをですね明らかにするような学問。 これが経済学であるんだと、まあ、理論的な学問であのごめんなさいこれ論理的ってちょっと書いたつもりなんですけど理論的ってなっちゃってますねちょっとあの皆さんのお手元にあるものはちょっとあの正しいものになってると思いますけど論理的って私書いたつもりなんですけどもえ論理的そして実践的学問と皆さんのお手元には論理的っていうふうになってるかと思いますねえ論理的な学問でありまあ論理的な学問というのは、まあ、しっかりと、まあ、筋,筋道立ってるそういったあ、まあ、学問たあであると でそれから、まああのー、実践的なね。 経済政策を使う場であったとしてもねあのそれは経済学の理論に基づいているということで非常にこうね実践的な学問であるとで先ほどの私の話であれば投資なんかにも使えると FX とか株式投資だとか、えー、ETF だとかあるいは皆さんも関係しているのかもしれませんけども J リートとかねそういったところの投資なんかをする際にもですねやっぱ経済学的な知識が使えるわけですよ。例えば日本銀行のののの黒田総裁がが金、ね、金融融政政策策方向性を決決めるる際のその場が金融政策決定会合になるわけな んですけどもそこでの,その、えー、決定事項それを経済学的に考えてじゃあ J リートはどうなるのか上がるのか下がるのかそれもやっぱり経済学の知識考え方を持っていればある程度方向性読めますんでね、えー、だですからまあ投資なんかでも私は使えるのかなとだから投資をする際にねやっぱり会計っていうのは絶対知らなければいけないんですけども昔と違って会計の知識だけででは勝てる時代じゃないんですよそこは難しいところですね投資もね。えー、経済のの動ききっってててていうのがとっても大切になってきておりますから紛失決算を やって株価が下が下るってことももちろんありますけども、えー、それ以上にね例えばまっとうな経営をしてたとしてもリーマン・ショックがあればズドンと株価は落ちるわけですからですからその、まあ、経済の動きをねやっぱりこう業績は良かったとしてもね業績が良かったとしてもあの経済の動きによって株価がガッと下がることって非常にあるんでやっぱ経済の動きを読む方が私は大切なのかなと思ってますけどね、まあ、両方大切なんですけども。 でえーまあ、経済とはじゃあ何ですかとだから経済学というのは経済の仕組み経済現象の仕組みからくり、えー、これは明らかにするですじゃそもそも経済って何でしょうというと人々がですね消費をしますよとで消費されるものを生産しますよと、ね、この消費と生産を集めたもの消費と生産を積み上げたものが経済なんだなとでこれを、ねえーまあ、あこの経済の仕組み あえー、その経済の、ね、からくりですこれを明らかにする学問これが経済学であると。で他の学問と違いましてね経済学というのは「三種の人技」って私が名付けてるんですけども経済学を理解するためのツールなんですが、えー、文章言葉だけじゃないんですよ。 あの経済学学っていう学問はですね、あのまあ、他のね、他の例えば皆さん民法もやられてるかもしれませんけどえ文章言葉っていうあの道具を使ってですね、あの民法というね、えー、その体系を、えー、勉強していくということになるのかと思いますけども経済学は言葉ももちろん使います。ですから言葉の意味を理解することこれも必要なんですけどもそれ以外にもツールがありまして図と式なんですね。 まあ図っていうのはより具体的に言うとグラフですしまあ式というのは数式になりますけどもまあネックになってくるのが微分計算かなということで微分計算に関してはだいぶ先のね私の講義で扱います合格基礎講座内の講義,あの講義で扱いますけどだいぶ先ですねえっと何回目ぐらいになるのかなえーっと とまあ、9回目ぐらいですかね、えー、おそらく9回目とかそれぐらいの講義でちょっと微分についてお話しさせていただきますけどねで微分なんてやるのとやりたくないなというふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、私大学であの経済数学という講義を持ってるんですけどもあの大学でね例えば経済学を勉強するにはその微分っていうのをきちんと勉強しなければいけないんでその微分だけでね何十あの何あの講義の数かあの10コマとかねそれぐらい勉強を したりすするんででよ、微分だけでね、えー。それは経済学にとって微分が大切だからということなんですけども、あのー、先ほど私申し上げましたようにね、えー、この合格基礎講座っていうのは不動産鑑定士試験に合格するそのエッセンスを詰め込んでる講座ですからその微分の本質的な理解は私はこれ申し訳ないですけどカットしております。えー、受かるために微分が何が微分のどこが必要なのかと。 で受かるために「微分の必要なところだけ」を私の講義で解説させていただいているとそうじゃないとねはっきり言って時間が多くかかってしまいますよ350時間を超えてしまいますんで、えー、申し訳ないですけど、まあ、そういったね微分の本質とかそういったところはもうカットしてね、えー、講義ではやらせていただいているということですねだから受かるためにここだけ知っとけば微分大丈夫ですよとでそこだけ私引っこ抜いてですねご紹介させていただくということでありますんでだから「微分ってなんか難しいですよね」というふうにあの思っている方いらっしゃるかもしれませんけど 受かるために必要なところだけだったらですね実はそんなに難しくないんですよ。 えー、私の講義だったら10分15分ぐらいであのこと足りるかなっていうところですねだから微分の本質的な理解とかねやっちゃうとですねもう本当に、えー、私90分かける十数コマ使ってねちょっとやったりしてるんですよねそれは大学4年間で経済学をやる際に微分が必要だからということでまあそれ一年生にはやりますけどもまあやっぱりね鑑定試験は350時間というのがそういったね上限が私は自分の中で設定しておりますんでまあそうなるとやっぱりね使うところあの。 受かるために必要なところだけっていうことになりますからね、えー、選び取ったところをやらせていただきますんで,でそこははっきり言ってそれほど難しくないですからあ心配にならないで結構というふうに、えー、思いますけどねだから、まあ、理系の方なんかね私の受講生の方、まあ、もちろんいらっしゃるんですけどもやっぱり多くの方は文系の方なんですよ。 であのまあなんかお前自家自産してんじゃねえっていうふうに思われるかもしれませんけどあの先生の講義聞いてあの経済学好きになりましたと言ってくれる方が結構多いんですよねですからそのまあ初め微分があるから嫌だなっていうふうに思ってたんですけど経済学ってまあ,あの面白いですねっていうふうにまあ多くの方がね結構ねあの、えー、言ってくれてるような私はあの、えー、気持ちでいますんでまああのまあ聞いて頂いければね。あの 面白いなというふうに思っていただくと思いますんで、えー、ぜひね、えー、しっかりとね聞いていただくということをしていただきたいかなというふうに思いますね。ですからまあ微分に関してはですね、それほど、えー、そのね、うん、やだなっていうふうに思わなくても大丈夫ですから、あー多くの方はねちゃんとのあの文系の方もちゃんとね乗り越えていって、えー、おりますんでね。で。<laughs> 今度はその次なんですけども経済学っていうのはね先ほど、まあ、経済現象、まあ、あの消費と生産の集まりである経済の現象ですね、えー、それを明らかにする経済の現象の、まあうん、仕組みですねこれを明らかにする学問だってことを申し上げましたけどもあのミクロとマクロミクロ経済学とマクロ経済学に分かれてるんですね。でミクロ経済学っていうのはミクロっていうのは微視的という意味で、まあ、細かいところから積み上げて でまあ経済全体を見る学問これがミクロ経済学ですねでマクロ経済学というのは巨視ってマクロというのは巨視的ってことで巨視的につまり一国全体の集計量なんかで考えていくだからその結局ミクロもマクロもね経済検証っていうのをまあ明らかにするというところでは共通点なんですけどもアプローチが違うんですよねミクロっていうのはもう微視的な、えー、っていう意味合いがミクロにはありますんで。 そのうん、一消費者とか一生産者とかそういったねあの部分をこうね、えー、部分部分を明らかにしていってそしてどん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 積み上げていってそして全体を明らかにしていくというようなアプローチを取るのがミクロ,アプミクロ経済学なんですねで一方でマクロ経済学っていうのは一国全体の消費だとか一国全体のですね、えー、投資だとか、ねえー、そういう,こう集計量でねマクロで集計量で集計量で 経済現象を捉えていくというねそういった学問なんでアプローチが違うんだなというふうに思っていただければと思いますねそしてアプローチが違うということとさらにですねここですねちょっとマーカー入れときましょうかね、えー、価格とそれから国民所得ということであのキー概念ですねキー概念もちょっと違うのかなと、えー、ミクロ経済学っていうのは価格がキー概念なんですよ でマクロ経済学というのは国民所得我々の所得の合計である国民所得これがキー概念なんですねですからミクロ経済学というのは価格がキー概念でありますから価格の理論ですねってことで価格理論というふうに言われたりもしますしマクロ経済学というのは、えー、国民所得がキー概念になりますんで所得理論ですねっていうふうに言われたりもするんですねいいですかね。 まあ価格がどのように決まり価格というのはどのような役割を果たしているのかこれをまあちゃんと一個一個積み上げていって明らかにする学問これがミクロ経済学であるとで価格はキー,概念キー概念なんで価格理論というふうに言ったりすると一方で、まあ、集計量で捉えていくというね、えー、学問スタイルこれがマクロ経済学でありましてキー概念が国民所得であると一国全体の国民所得がどの水準に決まるのかと日本であれば GDP が500兆円と言われておりますけども なぜ500兆円という水準に決まるのかというのを、えー、明らかにしていく学問ですね。で、所得と国民所得というのが基概念なんで、所得理論というふうに言われたりするんだなということであります。 まあ、経済学の、ねえー、イントロダクションということで、えー、35分ほどね、えー、お話しさせていただきましたけれども、まあ、先ほど、えー、お話しさせていただいた通りですねまあ1回のこの講義というのは4つのブロックで構成しているということで、まあ、大体35分ぐらい経ったらですね、まあ、大幅にちょっと、ね、時間がずれることあるんですけど、まあ、50分ぐらいいっとねやってそれを1つのユニットということでいや私やらせていただくこともあるんですけども大体目安としては35分ぐらいで、まあ、1つの区切り といたしましてね、えー、一つのユニットといたしまして、それであのご提供させていただくというスタイルでなるべくこう行きたいなというふうに思ってますんで、まあ、ちょうど今ね三十六分超えたところなんで、まあ、ここでね一旦ねブレイクの方をね、えー、入れさせていただこうかと思っております。ではブレイクを取ります。はい、えー、それではですね、えー、授業の方を再開させていただきます、えー。ではページで言いますとですね二ページになりますけども。 えミクロ経済学の全体像とということでちょっとごめんなさいねなんか先に私ねマーカーとかメモを入れちゃってるんですけどもまずですねあの私の方で指示をさせていただきますので、えーまあ、色別にあの色お好きな色で結構ですけども統一感を持たせて、ね、いただければいいです私だから赤でこう統一して描いてるところあるんで別にここ赤じゃなくても全然構いませんよオレンジでも何でもねグリーンでも何でもいいんですけどもあの赤で描いてるところは、まあ、皆さんそのね、えー、同じ色でね、えー、やっていい 赤じゃなくてもいいんですけども赤で書いてるところを例えば緑でや,やっても全然構いませんけど緑にするんだったらこことこことこことここを緑にしていただくということで、まあ、統一感を持たせてあのちょっとねチェック印つけていただければと思いますけどまずねここですね消費者というところに色つけといていただければと思いますね。消消費費者者ですね消費者 えー、消費者のことを「家計」っていうふうにも言ったりしますけど消費者家計に色をつけておいていただければと思いますね。で消費者家計そして生産者企業ですねここにも同じ色ですねそして政府ですね、えー、そして、えー、海外とこの4つですねここにまずマーカー色を塗っていただければと思いますね。 で消費者家計と生産者企業と政府と海外これね4つ出てきましたけどこれ何かなっていうとこれ経済主体というふうに言われておりますね経済主体ですねどっかにメモっといていただければと思いますね経済主体というふうに言いますねだからまあミクロ経済学では経済主体があ4つあるとね消費者家計それから生産者企業それから政府 それから海外の人たちとということで、まあ、海外にはねやっぱり生産者それから消費者それから政府がいるわけなんですけどそれらをひっ,くめてひっくるめて海外というふうにもう一括りにしちゃってるわけなんですけども、あのーまあ、とりあえず、まあ、4つのねそういった経済部門があるんだなということでありまして経済主体とといいいいう言葉ですね押さえておいていただければと思いますねでまず消費者家計からいきますけども消費者家計っていうのはね、えー 消費というね基本的には消費者家計というのはどういった行動をとるんですかって言うと消費という行動ですね消費という行動をとる方々なんですね消費という行動をとるで消費っていうのは何ですかってとここにもうちょっとメモをっといていただきたいんですけども財需要ですね消費っていうのは財を需要するというまあことなんですね消費のところに、えー、ちょっとメモっていていただければと思いますね財需要というふうにメモっていていただければと思います あの消費っていうのはまず「財、えー」まあ「財」財っていう、まあ、言葉ねなんかちょっと違和感あるかもしれませんけど経済学は「財」「サービス」ないしは「財」という言葉を使いますので「商品」というふうに言っても別に間違いではないんですけども「財」「サービス」ないしは「財」っていう言葉を使いますんで、まあ、私の講義では「あー商品」って使う場面もあるんですけども「財」「サービス」ないしは財「財、えー」という言葉で、えー、多くのところでお話しさせていただきますんでまずそこに慣れていただければと思いますね財財サービスないしは財ですね。 で消費というのは財を需要することであるとでえじゃあ,あ、まあ、消費者というのは消費という行動財を需要するという行動を取るんですけどもその目的って何ですかっていうとこ,のここをちょっと黄色でつけておいて頂いければと思いますけどこれが消費者の目的です。消消費費者は消費という行動を取るんですね、えー、でじゃあ目的はっていうと用最大化なんです効用というのは満足感です。 満足感消費者の満足感を最大化するそういった目的のために消費者は消費という行動を行うんですと財を受容するという行動を取るんですとこれがまず一つ目の内容なんですねいいですか消費者というのは消費という行動を行うと消費という行動は財を受容するということであってその目的は雇用最大化満足感を最大化するということであるんだと で消費をする財を需要するということは、ね、何が必要ですかお金が必要なんでですすよね。ですから消費をする財を需要するってことは例えばコンビニで何かを買ってくるとおにぎりを買ってくるとい、ね、った場合はコン,ビニにコンビニの店員さんにお金を払っておにぎりを買ってくる。 そして消費をするってことですよね。ですから、お金というのが必要になりますんで、お金を稼がなければいけないじゃないですかということで、ですから消費者っていうのは、お金を使う、ね、消費をするためにはお金を払わなければいけないんで、お金を稼がなければいけないということで、お金を稼ぐという行動をとるんですね。で、お金を稼ぐという行動のことを、労働供給というふうに言うんですね。ですか 消費者っていうのは消費するわけですすよね消費する際にはお金を払っているということになりますから、えー、お金を稼がなければいけないということで、えー、労,働労働供給というです、ね、行動をとることによってお金を稼いでるんだなということなんですね。ですかね労働供給という、ねえーまあ、行動を行うそういった人、えー、これが消費者家計であるんだということであります。ですかね。で、まあ、稼ぎますよねと。 じゃあ稼いだ金全部使うんですかっていうとまあ多くの方は貯めるじゃないですか。 ねえー、例えば、うん、月収20万円ですよと、ね、20万全部使っちゃう方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、2万円ちょっと貯蓄しようかなと、ね、1万円ぐらい貯めとこうかなと、ねえー、ちょっとは貯めるじゃないですか多くは使うかもしれませんけどでその貯めるっていうのが経済学では貯蓄というふうに言いまして貯蓄っていうのを別の表現で言いますと資金供給っていうふうふに言ったりするんですねですから消費者っていうのは、ね、財を消費しますよ財を需要しますよ消費しまますすよよ消費とそのためには金 金が必要だから働働きまますすよそれを労働供給と言いますで稼いだ金全部使うんですかと全部使っちゃいますというね貯蓄がゼロのような大胆な方もいらっしゃいますけど豪快な方もいらっしゃいますけど多くの方は貯蓄が正になりますよねつまり資金供給といいいうううのを行うんじゃないですかっていうねでその収支一貫した背景にある行動目的が公用最大化なんですね。 雇用最大化というそういった目的のもとに合理的に消費者は、ね、行動を取っていく消費という行動労働供給という行動貯蓄という行動を取るんだということであります。いいですか で一方で今度生産者なんですね。生産者企業ですね。え生産者企業っていうのはどんな行動をとるんですかっていうと生産という行動です生産という行動は財を供給する財供給という表現で考えていてもいいのかなというふうに思いますね生産というのは財を供給するというだから消消費費者は消費しますよね。じゃあ誰からものを買ってくるのかっていうと生産者なんです 生産者から財を買ってき需要してるんだなっていうことですね一方で、ね、生産者っていうのは財を供給するわけなんですけど誰に供給するのかっていったら消費者家計なんですね生産し誰に財を供給するのか消費者家計なんだと消費者家計に売っ払ってんだってことですねですか。で生産をするっていうことはですねもの物を作るってことですから労働を需要するってことなんですよね まあ私あの先ほどち,ちらっと申し上げたかもしれませんけど、まあ、あの大学院卒業した後ですねサラリーマンやってたんですよでいすゞ自動車っていうところでサラリーマンやっておりましたけど、あのー、まあ自動車いすゞはトラックのメーカーなんですけどトラックを作ってるということですねでトラックを作るということはあの何がまず必要なんですかっていうとやっぱり労働力なんですね労働力労働力というまあ資源、えー、これを使うことによってトラックというのがね出来上がる。 財サービス財があの、えー、生産されるということなんで労働力っていうのが必要だとつまり企業というのは労働力を需要する存在であるということですね。ですか,から財を生産する、ね、供給するこれは労働力を需要する、えー、ということが、ね、絶対に必要であるということで労働需要をといいうう行動を生産者っていうのは取るんですね一方でトラックを作るということは人の力労働力だけで完成しません。 ね、設備が必要ですということで設備投資っていうのが必要になってくるわけですね。 設備投資で設備投資をする際に設備投資っていうのは巨額のお金がかかりますから、ね、工場を一つね新しく工場を作るとしたら何百億とか場合によっては、ねえー、何千億ってかかったりしますよね金が必要だと。でそんな金すぐにはね、えー、手持ち等にないっていう場合の方が多いですから、えーまあ、例えばマーケットで調達する銀行からお金を借りてくるってことで設備投資をするということは一方で資金を需要するってことに他ならないということで、えー、設備投資っていうのは資金需要 っていう風に考えていただいてもいいのかなというふうに思いますね。でここで投資のところにね設備っていう風うにちょっと私補足しておきましたけど、あの設備というところもちゃんとメ目もといていただければと思いますね。あのどうしてまあ、設備っていう風うにちょっとメモったのかなっていうと、あの投資っていうとね、あの株式投資とか金融投資とかそういったまあ、使い方が、うん、どっちかというと一般的じゃないですか。 設備投資とか住宅投資という言葉よりも、投資っていうとなんか株式投資みたいなね、そういったあの言葉遣いの方がより日常的には一般的なのかなっていうふうに私思いますけども、経済学ではむしろ投資といったら設備投資なんです。むしろね。むしろ設備投資なんだなっていうことで、金融投資、ないしは株式投資と、ではないと。投資と言ったらむしろ設備投資だっていうふうに考えていただければと思いますね。いいですか。だから労働力が必要であると。 一方で設備も必要であると。 もう私あのいす自動車のねえい、ー、す自動車で原価計算を基本的にやってたんですよあの財務商を作ったりもしてましたけど原価計算が一番長かったんで,で原価計算っていうのは要は工場の工場でコストを計算するんですねトラック1台出来上がるのにいくらコストがかかっているのかとコスト計算をするわけなんですよそれが原価計算なんですけどだからあの工場のその部品とかにも精通しなければいけないんで、あのー、よくよくっていうかもう結構工場勤務が長かったんですよ で工場のことよく分かってるんですけどもものすすごいこう設備なんですよね物を作るっていうのはものすごくもう巨大な工場で、えー、それでも機械がいっぱいあってっていうね、えー、だから労働力ももちろん必要なんですけど機械もものすごく必要であるということで機械だけではできないし労働力だけでもできないその2つがあ重なり合ってですねトラックができるんだっていうことですね。 まあ、椅子座はだいたい単体で7,000、えー、今8,000人ぐらい人がいるんですけどね、えー、それで、あのーまあ、連結だったら3万5,000人ぐらいの人がいるんですけどもそれだけの人を使ってですね、労働力を使ってトラックを生産しているとだけど労働力だけじゃなくて、えー、巨大な工場、ね、設備藤沢工場とかねあの栃木工場とかがあ,ったんであるんですけどもそういった工場というね設備を使ってですね作るということで労働力と設備っていうのが必要になってくるんだと。 でえー、じゃあ生産者がこういった行動をとるわけなんですけどもこの行動の背景にあるのは何ですかっていうと利潤、ね、という言葉これねあんまり皆さん使わないかもしれませんね利益という言葉の方が使うかもしれませんし会計学で利潤ってあんまり出てこないんですよ。 あののれんというね、あのテーマが会計にはあるんですけども、のれんではね、のれんの。のれんに関する基準では、利潤という言葉が出てくるんですけども。まあ、会計学で利潤って、まず出てこないですね。のれんのところでは、出てくる、のれのところで出てくるぐらいしか、私はあんまり記憶にないんですけども。ですから、あの会計では、基本的に利,利益を使いますよね。あの売上高から、売上原価を引いて、売上総利益、ね。売上総利益から、販売費及び一般管理費を引いて、営業利益であると。営業利益から。 えー、営業外収益営業外費用を加算減算して経常利益を出して、ね、ですからまあ利益っていう概念が基本的には会計で使いますよと、ね、あまり利潤って使いませんとだけど経済学はむしろ逆で利益というふうにあんまり言わないんですよ利潤というふうに使いますんで、まあ、実際問題として概念で若干の違いがあります、ね、若干の違いがありますけども、えー、そこはテストでおそらく問われませんので、あのー、私の光景ではあのスルーですはっきり言って。 利潤と利益の違いというのは、まあ、経済学的には一応違いがあるんですよ経済学と会計学の違いで、ね、利益の概念儲けの概念というのは実は違うんですだけど、まあ、そこに関しては、まあ、おそらくあのテストで出ないかなということであの先ほど私が申し上げましたようにあのやらないことを決めるというのがやっぱり大切なんですよ。 えー、テキストあの買ってきたテキストを、ね、全部喋るっていうんだったら楽ですよその中から受かるために何が必要なのかなっていうのを真剣に考えてそれで提供させていただいてるんですね私はですから、あのー、まあ本当にね、えーまあ、おそらく、まあ、だからその利潤と利益の概念の違いなんて出ませんから、まあ、あの経済学では利潤っていう、ね、言葉を使うんだなっていうふうに思っていただければと思いますね。で でですすからこれねねね対対比を、ね、対比ををししてほいんよ消費者生産消費者家計というのは雇用を最大化するという目的のもとにこんな行動をとるんだとで生産者企業というのは利潤を最大化するという目的のもとにこんな行動をとるんだとで消費者というのは消費をしますよと財を需要するということに他ならないということなんですけども、えー、それを満たすのが生産者であって生産者の生産という行動財を供給するという行動なんですね。 で今度は逆に生産者っていうのは労働力を需要するんですよじゃあそれを満たしてくれるのは誰ですかと消費者家計の労働力を供給するという労働供給なんですね。いいで,すかで一方で生産者っていうのはあ設備投資資しますすすから資金を需要するんですよ、ね。じゃあどっから資金を調達するんですかって言うと直接金融であれ間接金融であれやっぱり出どころは消費者の資金供給貯蓄なんですよね。 ですからこうあの対応関係がありますんでね対応関係がありますんでその対応関係なんかも抑えながらですね、えー、この全体像ですねこの全体像ですね押さえていっていただければと思いますねあのー、これ初めちょっと言えばよかったんですけどもあの全体像を抑える 体系を抑える私は非常にこれ大切なことだと思ったですね。どの学問であれやっぱり全体像体系というのをしっかりと押さえてそれで勉強をしていくっていうことがやっぱり大切だと思うんですね。あのー、例えば森に入るのにですね地図を持たずに森に入ったら危険じゃないですか迷ってしまう可能性があるということで非常に危険な行為ですよね。それと同じで学問っていうのは非常に体系だってて、えーまあ、非常にこう複雑な世界なんですよ。ですから あのー、何もねそのなくやみ,込みに入っていっても迷子になるだけなんですよねはっきり言って。ですからやっぱり私の学問の、えー、学問のね学習法あるいはあ講義でどういうふうにね喋っていくのか。 そういう際にね大切にしているのがまずちょっとね全体像を示していくっていうことでありましてですねそれがこの2ページなんですねですからまあ皆さんねこれから勉強を深めていくことになるわけなんですけども勉強する際にまずちょっと2ページを見て、えー、それであ今日や,やるのはここなんだなと。 それを確認してそれでこうねあの中に入っていくっていうことをやると全体像がこうイメージできるようになってですねあのかなりレベルがアップするんじゃないのかなというふうに思いますね私はこの2ページっていうのはね2ページ自体が試験に問われることははっきり言ってありません、ね、2ページ自体が試験に、ね、問われるこんなのところを穴埋め問題で出すなんてこんなそんなあのはあの問題はないですよ。 いないのに何お前やってんだということなんですけどこれをやっとくとこれ自体は問われませんけどこれをやっとくとイメージができると全体像のイメージができるとでそれは経済学を勉強する際にとても大切な土台になってくるということで私は時間使ってててやらせいいただいていると。ですからあの、えー、受かるためには、ね、これ自体は出ませんけど受かるためには必要なことなんでやらせていただいているということですね。だからやらやなないいいここととを決めるっていうのが戦略においてとてもも、大切なんですけどもこれは、 やら,やらなければいけないことだっていうことで、えーね、私は扱っているということなんですけどねでは、えー、まあ消費者と生産者、ね、消費者は財を需要しますよと生産者は財を供給しますということでじゃあどこで出会うんですか彼らはっていうと市場というねマーケットで出会ってそこで取引が行われるわけですね。マーケットでで出会って取引が行われるとということになりますねで えー、もしこのマーケットがですねこれでごめんなさい、ねえー、こんなのもテストに出ませんけどやっぱりちゃんと言えないと恥ずかしいと思いますんで、えー、申し上げておきますけど市場というふうに言ってください経済学では、ね、市場じゃなくて市場っていうふうにね、えー、言っていただいてもまあ、まあ、間違いになっちゃいますけど、えー、そんなところはテストで問われませんけどやっぱり経済学の専門用語という観点で言うと市場という言葉なんですね。市市場場ととといいいいいううう言言葉を、まあ、ちょっとやっっやぱりりねね、えー、えるよよにしておいていただければと思います、ね、市場っていうのはあの 具体的なあの何々市場っていうのはよりちょっとあの抽象的な経済学の概念なんで、えー、その市場というふうに言わないように、ね、していただければと思いますね。読み方なんてもちろん言わずあの問われないと思いますけども。で、えー、この市場がですねあの完全競争というそういったあ タイプのですね市場であれば、ね、完全競争っていうのはこれから勉強していきます今日じゃありませんけどこれから勉強していくところで明らかになりますけど今はこの言葉だけちょっとメモっといていただければと思いますけど市場のタイプが完全競争というタイプであればですね実はねこの取引によって最適な資源配分が実現されるんですということなんですね。もし市場のタタイイププがが完全競争とといいうそうそったでであれば、ね、最適な資源配分が実現すするんですよと で市場で実は価格が決定するんでですすね、えー、市場で実は価格が決定すると、まあ、基本的な価格のメカニズムっていうのは、えー、物の財が足りない時っていうのは価格が上がっていって、ね、財が余ってる時は価格が下がっていってですねそして、まあ、取引がね最終的にはうまく行われるんだっていうね。株株式ででもそうですよなぜ株価が 今上がったんでしょうその時足りない状況が起こったんですよ足りない時っていうのはね、足りないから ね、えー、もう少し高くても買いたいですっていう人がどん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 現れて、それで値段が上がっていくんですね。で、余ってる時っていうのはね、余ってる時っていうのは余ってるから、じゃあもう少し安くてもいいからあ、えー、売りたいですっていう人が現れてですね、それで値段が下がっていくわけですよ。だから閉店間際の弁当なんかはですね、値段が下がることが多いですよね。私一人暮らししている時、よくね、まあ残業してましたから、えー、決算の時期とか残業してましたから、えー、よくあの駅前のスーパーでですね、あのー、閉店間際の その弁当をねあさりにスーパーに行ってましたけどバカみたいに安くなってるわけですよなんでそんなバカみたいに値段安くなってるんですかっ言うとあれなんですよ余っててるるから安くして売とということなんですよねだからこれ余ってなかったらそんな安くならないわけじゃないですかだから余ってると値段がぐっと下がっていくということですね。 あの弁当なんて日持ちしませんからあのその日に売りさばかないともう廃棄っていうことになってしまいますんで余ってるんだったらじゃあ,まあしょうがない売りさばくにはちょっと値段下げていくしかないとで値段が下がれば、まあ、そ,のその辺のね、えー、残業帰りのサラリーマンが買ってくれるかもしれないと、ね、値段が例えば500円のままだったらですねじゃああっちのラーメン屋で食って帰ろうかなというふうになっちゃうじゃないですか松屋とか吉野家の牛丼食べて帰っちゃおうかなというふうになるじゃないですか、ねえー、あ余ってるその弁当を売る,売るにはじゃあ余ってるから値段下げて売ろうる かなということで、ならこの取引ですね。 えー、される際にそのね価格っていうのがその需要と供給その大きさによってですねこう決まるんですねだから価格っていうのが非常にねとても大切になるわけですねだから余ってるんだったら価格が下がることによってですね、えー、取引がちょうどいいところで釣り合うと足りないんだったら価格が上がっていくことによってですねちょうどいい、えー、取引の状況が実現するということでありましてね価格というのがとても大切な役割を果たしているとそれは明らかにするんですね。 でまあ経済学ではその市場ないしは価格ってとても大切なんですよで市場メカニズム価格メカニズムこれちょっとメモっといていただければと思いますねとても大切です、ね、取引が行われる場所これ市場ですそしてその市場において余ってる足りないそれをうまく調整する役割を果たしているのが価格であるということで、えー、ミクロ経済学においてこの市場と価格っていうのがとても大切なものなんですけれどもその、えー、メカニズムですねこれは明らかにしていくわけなんですがこれを市場メカニズムとか価格メカニズム っていうふうに言うんです、ね、だから足りない時は価格が上がっていく余ってる時は価格が下がっていくそういったメカニズムを市場メカニズムとか価格メカニズムっていうふうに言うんですけども、まあ、これは明らかにしていくんだなということなんですね。で完全競争という、まあ、そういったね、えー、状況が整っているのであればあー、ね、最適資源配分が実現するんだと。 資源最適資源配分というのは資源配分において無駄がないですよという、ね、そういった状況これが実現するんだなということですねで。もし完全競争という状況にないのであれば例えば不完全競争であ,れある、ねえー、完全競争のでない状況のことを不完全競争って言うんですけどあるいは公共財という、まあ、そういったシチュエーション公共財の供給で考えた場合だとかあるいは外部性費用低減産業非対称情報不可不実性この辺よく出るんですよ本試験でね、えー、私公共財 も外部性も費用低減産業も非対称情報もですね本試験で出た時に的中させてますから公開模擬試験で当ててますんでね。 よく、ねあまあ、当てた当てたっていうけど全18回の講義をやって、ねえー、年間どれぐらいの講義をやってんだとでそれで当てた当てたって言ってんじゃねえっていうふうに何かね、あのー、言われたことがあるんですけども私が当てたって言ってるのは公開模擬試験だったりあるいは的中討練だったりで当ててるっていうふうに言ってるんですよ。2回っていうのはミクロ経済学マクロ経済学をいあの、えー、1回1回分でミクロマクロを1個ずつ。 ね、だから全2回だったらミクロ2台しか出してないわけですよね。そこで当ててるんです私は。だから当てた当てたっていうふうに言ってるんですけどね。で的中投連で当たった場合も当てたっていうふうに言ってますけど、的中投連は全3回しかないんですよ。だからミクロ経済学は3問しか的中投連で出せない。 でで公開模擬試験は2問しか出せないわけですよでその全5回で当てたっていうふうに私は言ってるんで、ね、だからこの合格基礎講座全18回やってですねこっから当たりました当たった当たったっていうのそれ言われてはないんですよ。ね、それだったらねどっかかすりますよさすがにね <laughs>、えー、こんだけ全18回当てますからね、えー、これだけ喋ってればですねあの当たりましたってそれはかすりますけど、ね、その中からあの的中ト、えーレントが公開模擬試験にこう そこの私のこの合格基礎講座の中からこうあの引っ張ってくるわけですよ。でそこで当てたっていうふうに言ってるんですね。具体的には費用低減産業2018年で当たっております。ね、外部性は2017年です。公共財いつだったかな？2015年だったかな？非対称情報は2012年か2011年です。私もうこの辺全部公開物で当ててますから。だからあのー、そういった意味でね。 あの無駄は非常にカットしてるかなというふうに思いますのでねだからあの極力他の教材に手を出さないでほしいかなというふうに思いますね時間はなるべく私の提供させていただくものでいいかなというふうに思いますね。 まあこんなこと言うのもちょっとね良くないのかも分かんないですけどもまあただね他社さんのですねまあ例えば公開模試だとかそういうのはねあの一応知っておくっていうのは必要かもしれないですね私の講義でこういうことをやってるっていうのはもちろんこうねそれはそれで大切にしてほしいですけどやっぱりあのね他社のそういったあの公開模試とかそういうのもありますから他流試合みたいなね そういういいいのははすすることと一向に構わないと思いますけどもただやっぱりねあんまり私がお勧めしないのは、ね、それぐらいだったらいいです全然むしろやった方がいいかもしれませんあの、ねえー、直線機の公開模擬試験みたいなのを他社さんで受けるっていうのはそれはいい,い,いと思いますけどあのやっぱりねやっていただきたくないのは広げすぎるってこ,となんですよあのこれもやりあれもやりあっちもやるっていうのはもうやっぱ無理ですよ。 人間24時間しかありませんからで多くの方が働いておりますから、ね、そしてあの、えー、8月のね、えーそのまあ、第一週何週しは7月の末に試験がありますからもう試験の,その日にちっていうのは決まってるわけじゃないですか。 だから時間の制約があるわけですからやっぱりあれもやるこれもやるっていうのは無理ですからバッサバッサやらないことを切り捨てないければいけないんですよそうじゃないと受からないですよ短期でねですからいや私としてはその手を広げすぎないっていうねそのスタンスでねやっていただければと思いますねだからあの田代さんの公開式試験とかそういう直前期のですね他流試合っていうのは受けることは大いに結構なんですけどもあまりにも手を広げすぎちゃってね、えー、やるっていうのはちょっとね あの時間がちょっとどうしてもね経済だけのはっきりりり足ななくますよ経済だけでも,な,な,けでも、えー、なかなか足りなくなるかなというふうに思いますんで、まあ、その辺はちょっと気をつけていただければと思いますね。うん、で、えー、っとね市場の失敗ということはねこれちょっとチェックしていただきたいんですけどもあのもし完全競争という状況にマーケットがあるのであれば、ね、市場がうまく機能してですね、うん えー、最適配分が実現する資源配分の観点でいうと無駄がないという状況が実現するんですけどもこういったね完全競争市場の完全競争という状況になくてこういった状況であれば実は市場が失敗してしまう市場がですね最適資源配分を実現することに失敗してしまうという市場の失敗というのが起きてしまうんだなってことですね。で市場の失敗が起きてしまうということでじゃあほったらかしにしていいんですかと最適配分がが実現しないいですよこういうのがあると。 ほったらかしにしていいのかというと、やっぱり良くないでしょってことで、政府という経済主体がマーケットに介入してくるんですね。規制なんかを設けて介入してくるんですね。例えば外部性の一つの具体例なんですけども、環境問題公害なんですよ。外部性の一つの具体例といたしまして、公害とか環境問題があるわけなんですね。で、まあ、環境問題じゃ、ほったらかしにしていいのかといったら、やっぱり良くないじゃないですか。それによって病気になったりだとかですね。良くないことが起きてしまうということで、やっぱり規制っていうのが大切になってくるわけですね。だから、まあ、例えば、私なんか。 トラックにいましたからねその自動車の排ガス規制っていうのが,っうのが、えー、排出ガス規制っていうのがありましてですねもう昭和41年から非常にそのガス規制なんかがあの厳しくなってですねで、まあ、の生産部門あの開発部門といた,いたしましてはですねその、えー、排出ガス規制を乗り越えるですね新しいエンジンを作らなければいけないっていうことで、まあ、非常にねあの企業としては大変なんですけども、えー、その政府っていうのはやっぱりね あの市場の失敗が起きてしまいますとですね、やっぱり規制だとか介入っていうのをするわけなんですね。で、じゃあ政府っていうのはどんな目的でやるんですかって言うと、ね、消費者の目的っていうのは供用最大化、生産者の目的なのは利、ね、潤最大化、政府の目的でてなんでしょうって言うと、政府はこれなんです、効率的資源配分の実現、これが目的なんです。ね、政府の介入の根拠、ね、政府の目的なんです。ね、あるいは公平的所得分配の実現なんですね。 であのー、これね配分とね分配これはしっかりと言葉は皆さん分けるようにしてくださいね。 時々ね、間違ってるそういった教材なんかもありますけどそれは全然ダメですはっきり言って、ね、資源配分と所得分配っていうのはこれ専門用語で全然違うんですよ配分っていうのはアロケーションで、えー、分配っていうのはディストリビューションということでそれが、まあ、あのそれの訳語に訳語として配分と分配っていうのを割り当ててますんではっきり言ってその配分と分配間違えちゃうとそういった本もあったりするんですけどはっきり言ってそれは全然ダメですから気をつけていただければと思いますね。ですか じゃあでまずごめんなさい、えっと、ここ、えー、ですね,、えっと、ね効率的資源配分について一回ちょっとお話しさせていただきますけど先ほどのねこれ最適資源配分っていうのがあったじゃないですか最適資源配分と効率的資源配分っていうのは同義語です。 最適っていうのと効率的っていうのはここでは同じ意味合いなんですね最適資源配分っていうのと効率的資源配分というのは同じ意味合いです効率的っていうのは無駄がないということで最適っていうのもやっぱり無駄がないということで同じですねだから無駄がないような資源配分において無駄がない状況を実現するそういった状況を目指してそれを目的として政府は介入するんだってことですね だから公害なんかがあるとです、ねまあ、非常に、まあ、困った状況になってしまうので、えーまあ、資源配分をしっかりと、ねえー、きちんと、えー、正しく行うためにはやっぱり、ね、規制というのが必要なのかなということで政府が介入すると一方で,、ね、一方であの資源配分において無駄がなかったとしても、えー、所得の分配において公平じゃない不公平だということもあるんですよ。 資源配分が無駄がない、資源配分によって無駄がない状況が、えー、実現したとしてもね、所得の分配に不公平感がある場合もあったりするんですね。まあ、要は格差社会ですよ。勝ち組負け組とかって結構言われたりもしましたけども、あのー、要は格差社会なんかはね、えー、一人の方がですね稼ぎまくってですね。 え資産が例えば43億円もあるとねえ一方の人がお金ほとんどないとねそれはあまりにも勝ち組負け組ということでちょっとそういった社会は良くない可能性がありますよねだから極端すぎるとちょっとやっぱり良くないんでまあうーんそういった場合はそのねえ所得の分配っていうのはやっぱりあるわけですよね。だから例えばん所得税っていうのがありますけれども えー、1975年なんかはですねあごめんなさい1970年代なんかは75%だったんですよ最高適用税率がねですから100100 100稼いだら75取られちゃうという、まあ、そういった時代があったわけなんですけど今45%ですよね最高適用税率がねだから稼いでる方も非常に大変なんですよねダウンタウンのねハマちゃんとかまっちゃんとかねものすごくね、えー、ものすごい稼いでるんだろうなっていう思いながらテレビ見てますけど、えー、ものすごく取られてるわけですよね。 えー、まあだからそ,のそれは公平的所得分配を実現するためにですねあの、まあ、取ってですねそれでまあ社会的に分配していってるっていうことなんですね。でなんでねそんな、あのー、税金をね、えー、取って所得の分配をするのかっていうと、まあのー、これも難しい議論になるんですけどね、あのー、あやっぱりねあまりにも税金を取りすぎちゃうと働く気ってなくなっちゃうじゃないですか。 だから先ほど申し上げた1970年代なんかは75%だったんですよ最高適用税率がね。それだったらあまりにも働く人の、えー、働く人ががやる気なくなっちゃう可能性がありますよね、まあ、まあ最近だったら国際化してますからねだったらシンガポールに行っちゃおうかなとかね、えー、国籍を変えちゃう人だって出てくる可能性があるんでやっぱりあんまり上げすぎちゃうとですねやる気がなくなっちゃう国籍変える人が多発しちゃうそんなことが起こりかねませんのでまあ 従いましてね、あの所得の分配っていうのがね結構あの所得の分配をする際にですねあまり税率を上げすぎるっていうのもちょっと問題だなと。だけどもあまりにも税率を引き下げちゃいますと格差が生まれちゃってですね格差が生まれるっていうのもやっぱりね、まあ、問題なんですよあの。例えば治安が悪くなるとかねあるいは、うん、そうですね、うん、テロが起こっちゃうとかだってですね、まあ、そういったことが起こりかねないんですよ。で治安が悪くなっちゃったらこれ困るじゃないですか。ね。 えーまあ、例えばね、あのー、町に行ったら必ずツアげされると、ね、そうしたら町に行く人いなくなっちゃいましたよねそうしたら町に行く人がいなくなっちゃうんだったら活気がなくなって物が売れなくなっちゃって景気が悪くなっちゃうということですからだからやっぱりこの、えー、安全な世の中っていうのも経済にとっては大切で,で、えー、安全な世の中っていうのはやっぱりあまりにも格差社会があるとですねそれ実現できませんからだからまあやっぱり所得の分配っていうのもやっぱり一方では大切と。だけど それをやりすぎちゃうとですね、まあ、ちょっと不都合が出てくるということですね。やる気がなくなっちゃったりしますよね。頑張っても頑張んなくても一緒じゃんというふうになったら誰が頑張るんですかってことになっちゃいますよね。ですからね、最高適用税率をね99%にしたらですね、誰もがばん頑張んなくなっちゃいますよね。そんな社会なんて魅力的じゃないですからね。えー、だからそれはやっぱり良くないだろうと。 だけども、最高適用税率がととかになっちゃうとですね、格差社会がおあの到来してしまってですね、それこそまあ世の中が荒れちゃってですね、テロなんかが多発するかもしれないと金持ち狙ってですね、ドカンとやっちゃうかもしれないとそれは物騒でえそれはもう世の中あの経済が全然回っていかないことになっちゃいますからやっぱりね格差社会をなくすために公平的所得分配っていうのも一方で大切なんですね。 でえーまあ、こういった目的があって政府は市場に介入しますと規制を作りますとで最後ですね海外っていう方々がいるわけなんですねで海外という方々が、まあ、消費者日本の消費者にね例えば、えーまあ、本廃であの香港の台湾の、ね、本廃という企業で作ったアップルのです iPhone、ね、を日本の消費者に売っ払うとか。 日本のトヨタ自動車が作った車をですね、アメリカに売るだとか海外の人と取引をすするわけなんですよね、まああの。日本という企業はですね、まあ、海外に物をかなり売ってるわけなんですよね。まあ、日本あの私の言いた石鈴自動車でいうとですね、海外売上高比率でいうと6割ですよ。 でまあ、海外売上高比率がね9割の企業って結構あるんですよね9割超えてる企業って、まあ、例えば村田製作所だとか TDK だとかマブチモーターだとかあとそうですねえっ、ー、とどこ,どこだったかなあヤマハ発,発動機とかねそんなところなんで海外売上高が9割超えてますよ。 ね、売上高比率ねですからその海外との取引っていうのは今日本はもう非常にもうあのとても大切ですから経済学でもやっぱりね海外,との、えー、海外の経済主体との取引っていうのも、まあ、あ無視できないですよねっていうことで、えー、しっかりとねこう扱うということなんですけどね。まあ,あ以上がですね全体像ということでありましてですね えーまあ、この全体像を、まあ例,えばね、例えば本日この消費者のです、ね、消費っていうところにあるんです。 本日消費者の消費っていうのをやるんですけどもこの全体像2ページのこの全体像をまあ消費者がいて生産者がいてマーケットで取引がされて完全競争という状況にマーケットがあるのであれば無駄がない資源配分が実現するんだなと一方で完全競争という状況になくてこんな状況であれば、ね、市場が失敗してしまう市場が最適資源配分を実現してく最適資源配分を実現することによって失敗するんだなと。ね こういった状況があると,とじゃあ最適資源配分の実現に失敗していいのかというとよくないということで政府が介入するんだなと規制を設けるんだなとじゃあ政府の目的って何かなというと市場の失敗をなくすためつまり、ねえー、効率的資源配分を実現するというのが一点とさらにこれなんですね格差社会が生じるかもしれませんので、えー、公平的な所得分配のためにも介入するんだなと。 そして海外の方々との取引っていうのも今やとても大切なんでここも無視できませんよっていうねこの全体像をある程度抑えてですね市場と価格このメカニズムが大切なんだなとこの全体像ある程度ここの全体像ですねこのある程度抑えてそして今日は商品をやるんだなっていうねまずこうね全体像を確認してからあのミクロのところに入っていくとこういうスタイルでちょっとね当面はやっていただくといいかなと思いますね。 でではですね、ちょっとね時間の方がだいぶ来ちゃっておりますけども、えー、休憩の方ね、えー、入れさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でしたはいえー、それではですね講義を再開させていただきます、えー、3ページになりますけども、 えっとですね、まずですね、3ページで、傾きというところなんですけどね、傾きにちょっとマーカー入れといていただけたらと思いますね。あの、毛座学を勉強する際に、傾きという概念を知らないとですね、えー、なかなか理解が深まらないということでありましてですね、まず傾きという言葉にチェックしていただければと思いますね。でなぜ傾きを勉強しなければいけないのかということなんですけども、あの、傾きという概念はですね、 あの経済学においてとても大切で、まあ、例えば経済学って先ほど申し上げましたように雇用最大化というですね条件あごめんなさい雇用最大化っていう目的があって消費者は行動するわけですよね。で経済学っていうのはその雇用最大化っていう条件をですね雇用最大化の条件を明らかにするっていうのが一つのね、えー、やりたいことであってでその条件を表す際にこの傾きって使うんですよ。 あるいは一方でね生産者の目的というのは利潤最大化だったわけなんですけどその利潤最大化が実現する条件をねやっぱり明らかにしたいというのが経済学にはありましてその利潤最大化の条件を表すのもやっぱり傾きで表すんですね。ですからその傾きというのはですね多くの場面で経済学では使えますんで、あのー、この概念をね、えー、まず知らなければいかないということでありましてね。 じゃあちょっと一個一個見ていきますが、えまず直線の場合ですね、横軸に x, 材、A、x を取りましてね、縦軸に y を取りまして、y イコール ax プラス b というまあ中学校か小学校かの時にやるものなんですけども、えー、直線のですね、えー、式ですね。で、これね、ポイントなんですけど、まず y にマーカー入れといていただければと思いますね。縦軸が y です。縦軸を必ずチェックしていただければと思います。縦軸 y を必ずチェックしていただいて、ね式が 必ずね式が必ず縦軸イコール Y イコールの形になってるかどうかも必ずチェックしてくださいねいいですかね縦軸が Y であればね縦軸が Y であれば数式がまず Y イコールの形になってるのかどうかこれを必ず皆さんチェックしていただければと思いますいいですかで ここにちょっと書いておきましたけど、この直線というのは Y イコール AX プラス B なんですけど、縦軸が Y ですよね。で Y イコールの形になっております。ね、縦軸が Y で Y イコールの形がなになってると。そして AX プラス B。でこの横軸である X にくっついてるやつが傾きなんですね。横軸にくっついてる、横軸 X にくっついてるやつが傾きであって、そして残りのものが切片であると。ね、切片というのはここですね。ね。切片というのはここですね。ここが B であると。 B が正のの値を取るのであればここに来るとで。傾きが A ということですから、ね、この直線は、ね、傾きが A でありますよとで切片部分は B でありますよとで傾きが A というのは1個一つが増えると1つ X が増えると Y は A, A だけ増えますよというのが傾きが A の意味合いですね。ですか。傾きが A っていうのは1、X、が増えると Y は A だけ増えますよと。 A が仮に1であれば X が1増えると Y が1増えますよというのが傾きが1という意味合いですね。いいですかね。で傾きっていうのはこう,いうふうに表現できるんです。X の増加量分の y の増加量ということで X が,1増えた時 X が1増えた時の y の増加,分増加量っていうふうに表現できるんですね。 傾きっていうのは、x の増加量分の y の増加量で表現できまして、つまり x が1増えた時の y の増加量っていうふうに考えることができると。 でここでちょっと米印なんですけども三角形はデルタっていうふうに読むんですけどデルタっていうのは増加分とか増加量っていうふうに表現しますけどもこれ、X、の増加量ってあの文字使うと漢字書くのをちょっと、えー、いちいち書いてると疲れるじゃないですか。なので数学っていうのはいちいち書くのを減らすように記号化されてるんですね。 ですからこの x の増加量っていうのはいちいち書くの大変なんで増加量を意味するないしは変化量増加量増加分変化分変化量を意味するデルタっていう記号を使ってですね x の増加量をデルタ x っていうふうに表現したりするんですで。y の増加量をデルタ y っていうふうに表現したりするんですね。デルタ x 分のデルタ y っていうふうに表現するんですけどこれは x が1増えたときに y がどれだけ増えるんですかっていうのを表しているということで日本語で表現しますと x が一単に増加したとき ねえー、どれだけ y が増加変化するのかを表しているというお話ですねこれちょっと「X が」がっていうふうになっちゃいましたが皆さんのお配りにお配りしているのは正しいものが言ってるかと思います。ですかね。か日本語で言うと X が1増えた時に y が何単位増えるのかっていうのを表している概念が傾きであってデルタ X 分のデルタ、y、デルタ x はプラス1なんですけどデルタ X 分のデルタ Y で傾きが表現されていると。でこれが直線の場合。 で、直線に対して曲線の場合ということで、これ対比しますね。対比をします。対比というふうに、ちょっとメモっといていただければと思いますね。あの物事を議論する際に、対比すると理解が深まっていったりするわけですね。対比することによって共通点が明らかになり、浮き彫りになり、そして相違点も浮き彫りになるということで、あの、非常に特色が見えてきたりしますので、対比っていうのを、まあ結構ね、学問なんかではよく使うんですけども。 あのここでも、うん、直線とそれから曲線ということで対比して議論していきますねでまず共通点なんですけども何かなまず相違点からいきましょうか、ね、傾きは一定にならないと、ね、先ほど、えー、直線の場合は傾きが一定なんですよどこで取ったとしてもどの点取ったとしても傾きは a であると傾きが a が1であればどの点取ったとしても傾きは1になると、ね、これが直線の場合 一方で曲線の場合っていうのは、ね、曲線がこうあり,ありましてで A 点で傾きを取る B 点で傾きを取る C 点で傾きを取る傾きがどの点で取るかによって違いますと、ね、どの点で測るかによって傾きは異なるんだと傾きは一定にならないこれが曲線の場合の相違点であると、ね。じゃあ共通点は何ですかって言うとここが共通点なんですけども例えば B 点での接線の傾き、ね、B 点で接線を引くんです。 ね、B 点で接線を引いて、ね、直角三角形を作るんですそこで出来上がった傾きが B 点の接線の傾きなんですね。B 点の接線の傾きっていうのはまず B 点で接線を引くんですよそして直角三角形を作ってあげてそこで出来上がった傾きが B 点での接線の傾きでここの傾きっていうのはデルタ x 分のデルタ y で表現されるんですね傾きっていうのは必ず、ね、x の増加量分の y の増加量、ね X が1増えた時、y、がどれくらい増えるのかなっていうのが傾きでありますから必ず接線の傾きっていうのは δ x 分の Δy で表現されるんですね。でここで Δx っていうのは、まあ、プラス +1 ですから x が1増えた時の y, x が,1増えた時 y がどれぐらい増え変化するのかなっていうのがこの傾きで表現されておりましてこの傾きは Δx 分の Δy で表現されていると。 この Δx 分の Δy はどの点で取ったとしても傾きは Δ 分の Δy になるんですけども傾きはどの点で取るかによって曲線の場合は異なると曲線の場合は傾きの大きさは異なるとだけど表記上は Δ 分の Δy で一致しているというお話ですねですかね。 デルタ x 分のデルタ y というところですね、押さえといていただければと思います。x が一体増えたときに、y がどれくらい増えるのかなと、変化するのかなと。これを表しているのが傾きなんですね。ですか傾きという概念が経済学では必要になりますので。えー、まあ、しっかりと押さえといていただければと思いますね。では、えー、っと、四ページの方に行きますけれども。 え消費者の1ということでえありましてこの1番というのはねテキストのまあ正立てと合わせておりますこの1番ねでえその中の1番の中の1っていうのもこれテキストの正立てに合わせておりますんでまああのテキストとリンクさせたい方はねえそういうふうにさせて、えー、するといいのかなと思いますね まあただ先ほども申し上げましたようにテキストも合わせてねえこの合格バイブルを勉強中に読むっていうのは結構え勉強時間がかかってしまうのかなと思いますんであの時間がない方は講座が終わった後にですねまあ,あ,るあるタイミングでちょっとうん一度読むということでいいかなと私は思ってるんですけどもあのまああのそういうねリンクのさすがたもあるということであのここね、え。ー えー、テキストで1番なので「というふうふに使っておりますね公用関数」という概念を勉強していくんですけれどもまず消費者のお話に入りますが消費者っていうのはこの日本にはいっぱいいます。 世界中にもいっぱいいっぱますね消費者っていうのはいっぱいいるわけなんですよ。だけどもここでは単純化してですね消費者っていうのはいっぱいいるんですけども1人しか消費者がいませんよと1人の消費者だけを丹念に丹念に分析していきます。これだけで2人の消費者そして消費者がいっぱいいる場合はどうなんだろうっていうことで経済学のアプローチっていうのはいきなりこっち見ないんですよ。 いきなりこっちミクロ経済学のアプローチっていうのはいきなりこっち見なくて1消費者から積み上げていくんですねマクロの場合はこっちから見るんですけども消費量全体でね例えば日本の場合は GDP のうち、まあ、大体6割ぐらいが消費であるということで全体の集計量としての消費っていうのをマクロ経済学では考えていくということなんですけどもミクロ経済学は積み上げていきますんでこの1消費者から見ていくと。 そして財サービスですねないしは財なんですけども、えー、財もこの世の中にはいっぱいありますよねいっぱいあるんですけども、えー、いきなりこっちを見ないと1財だけでまず見ていくで2財に増えたらどうなるのかなっていう、まあ、こういうアプローチを取っていくんですねで基本的にこっちはあのー、今のところやりませんこっちはあのーまあ、とりあえずここ今日はここまでですかね1消費者2財モデルまでいきます でまず一消費者で一財モデルですね。で一財モデルって何なのかなというと消費者家系がいるわけですね。私森田隆二がいて、で私森田隆二が居酒屋に行くんですよ。私森田隆二が居酒屋、生産者企業ですね、居酒屋というのは行きましてですね、何のために行くのというと雇用最大化なんです、ね。金を払ってビールを飲むと。ビールを飲むことによって満足感を最大化させるように私森田隆二という消費者は居酒屋に行くんだと。 一方で居酒屋っていうのは生産者企業でありますから彼らは利潤最大化という目的のもとにビールという材をですね提供するんだと供給するんだというお話なんですねで今回一材モデルということでありますから私もこれ毎年説明してて悲しくなるんですけどもメニュー表ねこれビールしかないということですねつまみがないんです つまみがないからさすがにつらいなっていう感じがしないでもないですけども私尿酸値高いですからね、まあ、ビールは必ず1杯は飲みますけど、まあ、2杯3杯はもう飲まないようにしてますんでね尿酸値が高いからこう、えー、私の周りでもあの痛風になっちゃった人がいますんで痛風になると本当大変みたいですからねもう本当何百メートルの距離なのになんかタクシー拾って移動してましたからその先生はねだから、ね、痛風になると大変だなと思ってね私もちょっと尿酸値は低い方じゃないんでなったら大変だなと思ってね 抗議、あのーえー、ができなくなっちゃうかもしれないっていうことですから、あのー、ちょっとねビールは1杯にしか知ってませんけど、えー、まあ、あのー、あれですね、えー、悲しくなっちゃいますねつまみがないと、ね、ビールしかないと、えー、そういった状況ですねだからはっきり言って非現実的なんですよ、ね、一財モデルっていうのはもうはっきり言って非現実的なんです。非現実的ですけど経済学のアプローチはこうね 積み上げていくんですよ。ミクロ経済学のアプローチは積み上げていくんですね。だから経済学ずっとも勉強しない人はね、これだけ見てですね、これだけ見て、あの経済学って非現実的ですねっていうふうに言うんですけども、違うんですよ。一番初めとしてはね、一消費者一財モデルでいきますけど、それをどん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 積み上げていくんです。で、えー、消費者がいっぱいいて財もいっぱいあるようなケース、一般的なケース、これを考えるんですね。 でだから数学の力を借りればですねいくらでも財の数は無限大にできますし、えー、消費者の数も無限大にできるということで数学の力を使えばですね全然いけちゃうんですけども、まあ、ただ数学の力を使うとっていうことでありましてね本試験ではそこまで望まれておりませんので二材モデルですね、えー、まあ今日二材モデルまでいきますけども二材モデルまででまあ本試験は十分ですからああそこまでちょっとね 頑張っていく2材モデルでも結構大変ですよはっっきり言ってモなんであのー、大変なんですね。まあただ、あのー、経済学って非現実的ですねっていうふうに思われる方がいらっしゃるかもしれませんので一言申し上げておきますと、まあ、ここまでいくっていうのははっきり言って、まあ、テストではあんまりね問われませんけども数学の力を使えばここまで全然いけちゃいます。本試験でででははモデルですでは えー、経済学は図式文章ということですからまずちょっとね、えー、図を使ってですねちょっとまあ状況をね、えー、整理していきますけど、えー、まずある消費者ですね私森田隆二があまあ紅葉を最大化するようにですねビールを消費するという文脈なんでちょっと表を作ってみました、ねえー、ビールの消費量ですね、えー、これ X といたしましてね、えー、紅葉満足感を U といたします で満足感を便宜的にですね、数値化できるっていうふうに単純化しておきますね。でえビールの消費量が0の時ね0杯の時満足感も0でありますよとでビール1杯飲みますとと1杯飲んだ時の満足感が30ですよと2杯飲んだ時の満足感が50ですよと3杯飲んだ時の満足感が60ですよと5杯飲んだ時の満足感が70ですよと、ね、こういう、まあ、状況があ,あると。ね、こういうい状況で私はあるとね。 でこれを踏まえましてね、今度供用関数というが、あのそういった道具があるんですけども、関数っていうのは何かなって言うと、まあ、平たい言葉で言うと対応関係だという風に思っていただければと思いますね。供用関数っていうのは何かなって言うと、関数っていうのはそもそも対応関係であって、供用関数っていうのは消費量と供用の対応関係です。消費量と供用の対応関係を表しているのが供用関数ですね。供用関数っていうのは消費量と供用の対応関係、消費量がゼロの時満足 感が消費量が1の時満足感が30消費量が2の時満足感が50、ね、この対応関係を表すのが公用関数でありますよとこれあのあそれでね一番こういうふうに括弧がこうありますけどもこちらは。 あのテキストの後ろのところになるかと思いますけどもあの回答がありますんで、えー、後ほどですね是非、えー、後ろ見ながらですね、えー、手で、えー、ご自身の手でねこう書いていただければと思いますね。やっぱりあの不動産鑑定試験はね論文式試験なんでやっぱりね手を動かさないとですねなかなかあの書けるようになりませんからあの一度は是非書いてほしいなということでありまして一度どころか何度もね書いてほしいなというふうに思いましてですね,、まあ穴埋形式にね しておりますのでぜひあの皆さんあのメモっていただければと思いますね。で、えー、まあ U イコール f 括弧 x ということでありましてこの雇用関数っていうのは U イコール f 括弧 x というふうに表すんですね。で U っていうのは先ほど申し上げました満足感。なぜ U なのかっていうと雇用はユーティリティなんですよ。雇用っていうのは英語でユーティリティだから U を使うと。で消費量はまあ x を使うと。まああのー、x って一番使われますよね。 あの経済学あの数学でも y=ax+bx プラスって使うじゃないですか x っていうのはよく使われまして、まあ、経済学でも x はよく使われまして、まあ、消費量ここではよく使われる記号である x を使ってると。それで、えー U、FX っていうことでこれを公用関数というふうに言うんですけどもこれはね公用関数こういうふうに読むんです。U は X の関数でであるっていうふうふに読むんですね X の値が決まれば、ね、満足感の値が一つに決まると。 x の値が0に決まれば満足感の値も0に決まる1に決まれば30に決まる2に決まれば50に決まる3に決まれば60に決まる5に決まれば70に決まる x の値が決まれば u の値満足感の値が1つに決まるという関係にある場合 u は x の関数であるというふうに言いまして記号化しますと数式化しますと U イコール f っていうふうに書くんですね。この f って何ですかっていうと関数っていうのは英語でファンクションなんですよ。 で関数っていうのは英語でファンクションなんで、まあ、F で表現しておりますけどこの別に F じゃなくても、ね、全然構いません G でも、ねえー、U でも全然構いませんただ関数っていうのはファンクションなんで F で表すことが多いということで U=Fx っていうふうに、まあ、F かっ,こ X っていうふうに知っておりますけど F じゃない場合もあります大文字の F の場合もあります別に F っていうのが絶対なのかっつうと G でもいいし、ね、U でもいいしいろんな記号を使う場合もあるということでありますね で、えーまあ、具体的に言いきますけどもビール例えば1杯だったら満足感30なんですよねですから、まあ、例えば U=f の x のところに1を代入すると満足感は30ということになりますよと、まあ、これ具体例ということですねで公用、えー、関数なんですけどね、まあ、こんな感じで描かれるんですね、えー、横軸にですね、x、を取ります縦軸に U を取るんですねあのー、ですね 公、えー、用関数っていうのをこれからね描いていくんですけども経済学っていうのは先ほど申し上げましたように図図式式文文章章がが大大切切なんですえ図式文章が大切と、ねでえー、まずあの概念ですね公用関数っていうのは X 材の消費量が決まれば、えー、満足感が決まりますよとその対応関係が公用関数という意味合いですよっていうことで言葉でまず公用関数を確認しました。 ね、そして数式で表現するとしたら u=fx イコール、FX、であると、ね、数式でも確認しましたじゃあそれをグラフで落とし込むとしたらどうなりますかっていうことで今度図を確かめていくわけですね経済学というのは図式文章を使いますんで、えー、これから図ですね具体的に言えばグラフですねこれ使っていくということで横軸に x です縦軸に u ですねで x 材の消費量がねビールの消費量がゼロの時っていうのは満足感がゼロじゃないですかですからね X 材つまりビールですねビールの消費量が0の時っていうのは満足感も0なんだっていうことで0、ね、の時0ということでここに点が打たれるんですよまずね。ですかで次です。ビールの消費量が1の時満足感が30ですよね。ビールのの消費量がが満足感が30ということでここに点が打たれるんです。でちょっと飛ばします。 ビールの消費量がこの3の時ですね満足感がビールの消費量が例えば3だったら満足感が60になるということでここに点が打たれるわけですよ。で、ね、ビールの消費量が例えば5の時満足感が70になるということでビールの消費量が5の時だったら満足感が70ということですね。ですからここに点が打たれるわけですよ。ね、でこの点を ね、結んでください点を結んでくださいつないであけたものを紅葉関数というふうに言うんですねですか点をつないでくださいそして出来上がったものが紅葉関数というふうに言われるものなんですねですかねでこの紅葉関数の特徴なんですけどもまずこれです、ねえー、ビールの消費量を増やすと満足感が上がりますよとこういった関係にありまして右上がりなんですね ビール好きな人はねビール1杯飲んだら満足感が上がりますし喉どかあえてる時だったら2杯3杯飲みたいですから2杯3杯飲んで満足感が上がっていくということで消費量が増えていけば満足感が上がるでしょうってことですねただこの時に家庭を置いております、ね、消費の不法案の不家庭を置いてるんですね過程を置いてる時に家庭を置くというのがまあとても大切であってこの家庭の時にこれが成り立つってことですね。 でまずね消費の不法和の過程なしは非法和の過程っていうふうに言うんですけども法和って何ですかというお話から入りますね法和。法和っていうのは、まあ、容器があってね法和というのは容器があって容器,の、えー、容器がいっぱいになっちゃうというのが法和いいう意味合いですねだから例えば胃,胃袋だったらもう胃袋がもうパンパンにいっぱいいっぱいになっちゃうと。ね えー、コップだったらもうコップがもういっぱいいっぱいもうこぼれる寸前のところまで来てるとこれを飽和というふうに言うんですねでここで言ってるのは不飽和です不飽和ないしは非飽和です不飽和非飽和っていうのは何かなっていうといくら消費してもですね胃袋がいっぱいにならないってことですね 普通消費してったら胃袋いっぱいになるじゃないですか普通消費してったらもう胃袋パンパンになるじゃないですかそれがありませんと不法はですよ非法はですよそういった過程を置きますよっていうのが消費の不法はの過程何しろ消費の非法はの過程ですねで私毎年申し上げてるのがねアンドレザ・ジャイアントという昔プロレスラーがいましてもう亡くなってしまって非常に残念なんですけども あのアンドレの,あの逸話っていうのはいっぱいありましてね私プロレス昔好きだったもんですからよくアンドレザジャイアントとかいろいろねあのプロレスラーの,その逸話とかいろいろ調べたりもしてたんですけど昔々ですねでアンドレザジャイアントはねすごい酒飲むんですよ2二2 3の大巨人っていう世界の大巨人っていうふうに言われててですねそういったプロレスラーがいたんですけども、えー、その逸話の一つがねあの飛,行機に飛行機にアンドレザジャイアントが乗ったとで彼はすごい酒飲むということでで 飛行機には相当な酒を積み込んでるわけなんですけどアンドレその飛行機に乗ってる酒全部飲んじゃったっていうことでアンドレはもう本当に結構非法案の過程が当てはまりそうだなって私その,あの逸話を聞いて、ね、思いましたけどね。 普通はね飛行機に乗っ,て乗っかってる酒をね全部飲めって言ったらどんなに酒飲みでもですねもうちょっといっぱいいっぱいになるじゃないですかつまり飽和するじゃないですか胃袋がいっぱいいっぱいになりますねアンドレは飛行機にあるその酒全部飲んでも足りなかったってことでいっぱいいっぱいにならなかったっていうことでまあ,あの私はその消費の不飽和の過程非飽和の過程をイメージするときには必ずアンドレザ・ジャイアントをイメージしてですねアンドレザだったらあの胃袋いっぱいにならないんだろうなみたいなね。 そういうふうにイメージしてやってるんですけどもまあそういう状況をお考えくださいどんどん消費してったら普通気持ち悪くなります満足感下がります消費量を増やしたらだけども消費の不飽和の過程非飽和の過程アンドレ・ザ・ジャイアントの胃袋の過程を置いてるんで消費量を増やしていくビールが壁に100杯から101杯に消費量増えたとしても満足感は上がっていくんだという話なんですねで次ですこれちょちょっとまず直感的な話から言いますけども限界効用低減の法則ここちょっとマーカー入れといていただければと思いますけども えっと、財の消費量が増加すると、消費量の高まりが低下すると。ね、消費量が増加すると、消費量の、あの、ごめんなさい、こうの高まりが低下する。ね、ここ、ちょっとね、私、あの。 お話させていただきまますねねず感的ビールってごめんなさいねビール飲まない方いいいらっしゃまますよねビール飲な方は別にケーキでも何でも構わないんですけども私は一番ねビールが分かりやすいかなと思ってビールでご紹介させていただいてるんですけど全然ビールじゃなくても全然ケーキでも何でも構いませんでまずビールの場合ビールでも何でもいいんですけどもビール1杯目っていうのは一番ビール飲む人にとって美味しいじゃないですか。 私まだ今年に入って酒飲んでないんですけども今1月の12日に収録してるんですけどねまだあのいっぱいも酒を飲んでない状況なんですけどこんな状況だったらです正月もちょっと酒飲まなかったしもう本当に最近忙しくてですね採点なんかも非常に溜まっちゃって非常にこうバタバタしてて12月31日も1月1日もちょっと仕事やってたっていうもうあまあ仕事嫌いじゃないですから好きですから全然いいんですけどもそんな状況だったんですけども。 全然酒飲んでないんですけどもこういった状況だったらもう本当にビールね初めの一杯目ってものすごく満足感高まるんですよあ美味しいなみたいなねもうほとんどこうね30秒ぐらいで半分以上多分減っちゃうって感じだと思うんですよね非常にこう、えー、もう私も、えー、10日以上ねビール飲んでませんから、えー、すごいこう美味しいとで2杯目もまあおそらく美味しいでしょうと だけど1杯目と2杯目のビールの美味しさってどうですか、ね、1杯目のの方が満足感の高まりってグーッといいくじゃないですか、ね、それはどうしてかというと、ね、例えば、まあ、今日、ね、飲みませんけど、ね、明日も仕事あるんで飲みませんけど、あのー、もし今日、ね、ビール私が飲むとしたら講義が終わったなと1回目の講義が終わったなとほっとしたなと、ね、それでビール飲んだら、ね、すごくやっぱり満足感グッと上がるわけですよ。 えー、だけども2杯目どうでしょうっていうと1杯目で美味しい思いしてますから1杯目でかなりね満足感が上がってますから2杯目も満足感は上がるは上がるけども満足感の高まりで言うと1杯目の感動の方があるじゃないですかあうまいなと。 だからその満足感の高まりは消費量が増えていくと高まりはだんだん減っていくわけですね。ね例えば10杯飲んじゃったらビール1杯飲む方だったらです、ね、10杯飲んで11杯目、ね、プラス1杯プラス1杯おかわりするということで、ね、満足感は上がりますけど満足感の高まりは1杯目の方が上がってますよね。 で、これが経済学でいう限界効用低減の法則というふうに言うんですね。満足感の高まりが消費量を増やしていくと、低下しちゃいますよと。これを限界効用低減の法則って言うんですね。そういう法則性がありますね。ってことで、ここ限界効用低減の法則と言います。じゃ、これをね、ちょっと一個一個見ていきますね。まず、限界効用という意味合いなんですけどね。 えー、MU ということでありまして限界効用ですねマージナルユーティリティというふうに言うんですけどマージナルっていうのは限界という意味合いですねでユーティリティっていうのは効用ということなんですけど限界効用っていうのは何かなっていうとこれも皆さん後ほど後ろのところで答え見てですね後であとでメモっていただければと思いますけど限界効用っていうのはこういうことです。一杯ビールをおかわりりした時のの満足感の高まりですね えー、一杯ビールをお代わりしたときに紅葉がどれぐらい増えるのかな高まるのかなこれが限界紅葉ですいいですか一杯おかわりした時の満足感の高まり、えー、具合、えー、これを限界紅葉というふうに言いますね。ですか限界紅葉とで 皆さんね、限界というふうについたら、必ず接線の傾きっていうふうに考えていただければと思います。限界というふうな言葉見たらですね、必ず接線の傾きっていうふうに押さえてくださいね。限界は接線の傾きになりますね。ですか。で、えー、限界効用っていうのはね、接線の傾きなんですけど、接線の傾きっていうのはこうだったんですよね。デルタ、何とか分のデルタ、何とかで表現されると、接線の傾きっていうのは。 接線のの傾きっていうのは、ねえー、この、ね、接線引いて直角三角形作ってあげてそこの傾きで表現されるじゃないですかで接線の傾きっていうのはこの接線引いてで、ねあのー、それで、えー、ここの傾きで表現されるでここの傾きで表現されるっていうことは、ね、横軸に x で縦軸に u であればこの傾きっていうのはデルタ X 分のデルタ u だったですよね。先ほどどやりましたけども ー接線の傾きっていうのはね接線の傾きっていうのは、ね、横軸に x 縦軸に y であればデルタ、x、分のデルタ y ですよね,ね接線の傾き同じように、ね、接線の傾き横軸に x 縦軸に u であれば接線の傾きっていうのはデルタ、x、分のデルタ u なんですよ。なので、ね、限界雇用っていうのは。 ね、デルタ x 分のデルタ u ね、ビール一杯おかわりした時の満足感の高まり増加分、こういうの増加分を表しているということでね、デルタ x 分のデルタ u というふうに表現されるですね。ですか、ね、だからあの接線の傾きっていうのはさ、接線の傾きっていうのは一つ横軸のものが増えたときに縦軸のものがいくつ変化するのかなっていうのを表している概念が接線の傾きですよね。接線の傾きというのは横軸にあるものが 一つ増えたときに縦軸にあるものがどれくらい変化をするのかなと、そういった概念を表しているのがせせの傾きですよね。で、限界効用っていうのはビール一杯増やしたときに、ビール一杯おかわりしたときに満足感がどれくらい変化するのかなっていうのを表している概念が限界雇用なんです。ですからまさに限界効用っていうのはデルタ X 分のデルタ U、つまりせせの傾きに他ならないっていうことですね。 だから「限界」というふうについたら1個増えた時のもう一方の,、ねえー、その変化分を表しているということで、ねえー、接線の傾きに、えー、それは接線の傾きを意味してるんだっていうことでありまして「限界」という言葉を見たら接線の傾き、ね、これこをすぐね、えー、つながるようにしていただければと思いますね。 では時間の方がだいぶ来てるのかなっていうふうに思いますので、えー、一旦ですね、えー、ブレイクの方ね、えー、入れさせていただきますはい、えー、それではえー、っとですね7ページですかね、えー「ビール一杯おかわりしたら」ってことなんですけども「一杯おかわりしたら紅葉が10高まった」っていった場合は「限界紅葉が10」っていうふうに経済学的には言うんですけども あのー、いっぱいお、えー、限界超えたのはデルタ x 分のデルタ u で表現しましてデルタ x っていうのはプラス1なんで1分の10、まあ、つまり10っていうふうにまあ数式上計算上は表現されるんだということですね。であの限界っていうふうに言うとですね、あのー、もう限界だっていうねそういうまあ表現があったりするじゃないですか日本語で。 だから限界っていうとあもうちょっと飲めませんもうビールこれ以上飲めませんっていうねもう私の限界ですという、まあ、そういったイメージの言葉を思い浮かべる方いらっしゃるかと思いますけども、あのー、そっちの限界じゃないですね。 あの英語で限界って2つありましてあのリミットの方の限界それがそっちなんですよあもう限界ですもうこれ以上飲めませんこれはリミットの方の限界であって今言ってる限界というのはマージナルの方の限界なんですねマージナルの方の限界というのは一杯おかわり一つ増やすっていう意味合いなんで、まあ、そこのところのをしっかりと区別しておいて頂いければと思いますねだから杯おかわりした時の満足感の高まり一つ増やすということですからデルタ X 分のデルタ U とね えー、いうことになりましてデルタ X 分のデルタ U1 つ増やした時の満足感の高まりっていうのはデルタ X 分のデルタ U ですからせっせの傾きで表現されるとグラフ上和と、ね。だから言葉の意味1つ増やした時の、えー、ビール1杯おかわりした時の満足感の高まり、ね、これを表すこれが限界雇用これが言葉の意味ですよ。ね、グラフで言うとせっせの傾きですよ。数式で言うとデルタ X 分のデルタ U ですよ。ね そこのところまあ経済学は図式文章ということですから、それで表現しますので、えー、その辺ねあのしっかりと押さえておいていただければと思いますね。なる経済学は私のね合格バイブルとかちょっとねあのー、分厚くなったりもするんですけどもあのー、まあねうん分厚いから。 いいっぱいものすごく詰め込んでるっていうわけではないんですねはっきり言ってでじゃあ何なのかっていうとあの数式を使ったりグラフを使ったりあるいは言葉を使ったりということで一つの現象をあのいろんなツールでですね表現したりするんでだからなんか膨大になってるんですよ。だけどもやってる概念自体はそんなに多くないですよ。 言葉だけでやってるわけじゃなくて数式でもグラフでも表現するからまあなんかこうねちょっと分厚くなっているわけでありまして、まあ、逆にね数式だけで表現したらね非常に薄くなると思いますね。 グラフだけで表現したらやっぱり薄くなると思いますねでグラフに言葉を使って説明したりっていうことをしてるんで、えー、あるいは余白を設けてるっていうのがありますけどもだからこうね分厚くなってるということなんですよねだから概念が多いからあ非常に膨大なああのあの概念が多いから量が多いっていうわけではないのでそこのところを押さえておいていただくといいのかなと思いますね。 ですからそのね限界という概念は限界雇用という概念は接線の傾きで表現されると例えば X 材の消費量が1の時ですね1杯おかわりしたら満足感の高まりはこれだけですよということで接線の傾きで表現されます3杯の時1杯おかわりしたら接線の傾きでやっぱり表現されるということで接線の傾きこれが満足感の,えあの限界雇用ですよってことですね であのー、消費量を増やしていくと満足感が高まるわけなんですけど、限界雇用の低減の法則、消費量を増やしていくと満足感の高まり、つまり傾きですね、限界雇用というのは傾きですから、消費量を増やしていくと、傾きはだんだん小さくなると、傾きはだんだん小さくなる、これを限界雇用低減の法則っていうふうに言うんですね。傾きがだだだんんん小さくなるんだなると では、えーっとですね、8ページですね、えー、ちょっとまとめておきますけども限界概念ということで限界って、ね、経済学で出まくるんでちょっとここマーカー入れといていて頂ければと思いますね。 あの限界というのは激品質の概念なんです。あのマクロ経済学でも使えますし、限界が出ない年なんてないですね。2018でもやっぱ限界出てきておりますよ。2017でも出てきております。限界という概念が出ない年の方が珍しいぐらいですね。経済学っていうのはその微分というね。 これ限界って、ね、実は微分なんですよ限界というのは、まあ、あのだからデルタ X 分のデルタ倍というのはあるいはデルタ X 分のデルタ U というのはこれ微分なんです実はですからあの経済学というのは微分というのと結びついてですねまた飛躍的に発達した微分というのはこれ限界の概念なんですけどね。 だからワルラスという経済学者がいたんですけどワルラスというのはねこれからもままた出てきますよあの第3章でね私の講義の第3章で今ちょっと手元にはないんですけどもあのワルラスのお話を出させていただきますけどワルラスあたりからですねあの微分の概念がこう経済学でも入ってきましてそれで経済学がまた飛躍的に、ね、進歩していたとアダム・スミスが、ね、経済学の父っていうふうに言われておりますけども彼は哲学者であって、まあ、数学なんかあまり使って議論はしてなかったと思うんですよね。 えー、だ,だけどもそのアダム・スミスがその概念を明らかにしてですねそれをこうどん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 後の経済学者数学持ち込んで政治化していったとそんな歴史ですよね。では、えーまあ、あ図で言うとねグラフで言うと接線の片付け向きになりますし式で言うとデルタ x 分のデルタ y で微分計算これデルタ x 分のデルタ y というふうに書いておきましょうか。デルタ x 分のデルルタタ分の Y 縦軸が Y 横軸が X ならばってことですね縦軸が Y 横軸が X ならば数式でいうとデルタ X 分のデルタ y それは微分計算なんだと。で文章で言うと1つ増やした時の状況の変化つまりビールで言うと1杯ビールをおかわりした時の満足感の高まりというのが言葉の意味合いですね。で限界行為を低減の法則ということでありまして低減という意味ですね。 提言は提言というのはだんだん減るという意味ですね。提言というのはだんだん減るという意味合いなんです。で後でまあここちょっとメモっといていただければと思いますけど。 限界雇用が低減する理由ということなんですけどもまずその理由を言う前にですねこういう状況がありますよということで横軸に、X、縦軸に U を取りまして、ね、接線の傾きですね消費量がの時の接線の傾きね。ね えー、大きいですね消費量が X の時の接線の傾き、えー、さっきより小さくなってますね消費量が増えました X3 の時の、えー、消費量の時の接線の傾き傾き非常に小さいですねつまり何が言いたいのかなっていうと傾きがどんどん小さくなっているとで傾きっていうのは限界効用であるとつまり消費量が増えていくと傾きが小さくなるつまり消費量が増えていくとあの限界効用が小さくなっていくっていうね、えー、ことがこのグラフから見て取れると。 こう,いった法則こういったことが法則化されてるんですけどこれを限界用、の法則というふうに言うんですね。まあ、直感的に言えば先ほどの,、ね、先ほどのビールの,その1杯目が一番おいしいじゃないですかだから満足感の高まりが高いと。だけど2杯目3杯目飲んでいくとビールのありがたみがだんだん減っていくんで効用の高まりも高まるは高まるんだけど高まりが小さくなっていくってことですね。 ありがたみの問題なんですよこれ「財の希少価値」っていう言葉で集約されるんですけどもありががたみがだんだんだだ下がりますよねだからあのね私も10日以上ビール飲んでませんけどあのこれからビール飲むっつったらあのビールの話とからビール飲みたくなっちゃいましたけどあの、えー、これからビール飲むって言ったら、えー、10日以上もね飲んでなければビール絶対おいしいですよ。ね、ビール絶対おいしい、ねえー。それはあのビールのありがたみが非常に大きいからなんでね。 ですけどもビール1杯2杯飲んでいくとですねありがたみがだんだん小さくなっていくわけですよ当たり前になってくるわけですねだから10日以上も飲んでないとですねビールのありがたみが非常に大きいからビール飲んだ時の紅葉の高まりなんてすごいでかいわけなんですけども1杯目飲んだらもうある程度満たされちゃいますんでありがたみが小さくなるんですね小さくなるんだったらもう1杯おかわりした時の満足感の高まりだってそれほど伸びないということで、まあ、これが直感的な理解ですねだから経済学を私はお話しさせていただく際にあの数式とかね

それから、あの、グラフの議論に終始したくないんです。え、それはなんでかというと、皆さんは、皆さんは、実務家になるからですよね。実務家になった時に、やっぱり経済学のそういった知見をですね。そのコンサルティングの場なんかでも、使ってほしいなというふうに、私は思ってるんですよ。やっぱり、あの、経済学的な話をね、コンサルティングの場でね、ちょこっと入れるだけでもね。やっぱり説得力っていうのは、全然違ってくると思いますんで。ぜひね、そういうのを入れてほしいんですけども、その際にね、やっぱり数式ではこうなってます。 とかグラフででこうななっってますすだったらお客さん絶対に納得しないですよねやっぱり直感的なお話なんかもやっぱり絡ませながらってことだと思うんでだから私はなるべくね直感的な話なんかも入れてるんですねそれは数式的な数式とかその数学的なお話に終始しちゃいますとですね全然はっきり言って実践的じゃないですよなので私はなるべく講義ではねあのイメージできるようなそういった直感的な話もね入れてるつもりなんですけどねでは えちょっと、えー、その次ですね9ページなんですけども、えー、消費量が少ない場合ですねそれから消費量が多い場合これ対比していきますけど、えー、消費量が少ない時っていうのはまあ,ありがたみが多いんですね大きいんですね私はもうビール10日以上飲んでませんだからビールのありがたみが非常に大きいんですよ消費量が少ない時ビール全然飲んでない10日以上飲んでないビールの消費量が少ない時っていうのはありがたみが大きいですから財これを経済学的な言葉でいうと財の希少価値が高いんですよありがたみつまり財の希少価値これが高いんですねですから だから消費量を増やすつまり1杯おかわりした時の満足感のの高まりっていうのいうはででかんすよ、ね、ビールの消費量が少ない時っていうのはありがたみが大きいこれは財の希少価値が高いということにほかならないとですから1杯おかわりした時のですね満足感の高まりっていうのはありがたみが大きいもんだからものすごく満足感が上がっちゃうとね。ということですね。一方で、ね、ビールだいぶ飲んじゃいましたよっていう時はですねありがたみ小さくなってるわけですね。 えもう3軒目ですと3軒目なんですよねじゃあどうしましょうかじゃあとりあえずビールかなと。 そんな状況の時っていうのはですねもうだいぶ飲んじゃってもうだいぶこうね、えー、満足感を得ちゃってますからビールさらに1杯おかわりしたところでですね満足感そんなに上がりませんとありがたみが小さくなってるからともうだいぶ満足しちゃったからということでこういった時は1杯おかわりしても満足感は高まるんですけどたった5しか上がりませんということで限界効用は5ですよねつまり10から5に、えー、同じビール1杯おかわりなんですけども満足感の高まりが10から5に減ってるんですね。これが限界効用低減の法則です 消費量を増やすとですね、限界雇用がだん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 小さくなると。ね、消費量を増やすと10だった。ね、限界雇用がね。消費量あの、ビール1杯おかわりしたら限界雇用が10だったんですけども、さらにビール1杯おかわりするとですね、ありがたみが小さくなっているから限界雇用が5であると。さらに1杯おかわりすると、ありがたみが小さくなっているから限界雇用が1であると。ね、限界雇用がだんだん減っていくんです。ビールをおかわりするにつれて。 これが限界効用を、低減の法則というふうに言うんですね。いいですかね。ですからこれ当たり前のことを数式を使ってね、ね、えー、グラフを使って説明してるんです。そこを押さえていただきたいんです。ねえー、当たり前のことをやってるんですよで。だから難しいことをやってるんじゃなくて、当たり前のことを数式に載せて表現してるんです。当たり前のことをグラフに載せて表現してるんですね。だからそこを分かってほしいかなというふうに私は思って喋ってるんですけども、 えー、押さえていただくといいかなというふうに思いますね。ではですね今度10ページですかね。 えー、ようやくうこちらですね、二剤モデルですね。まだ一消費者で行くわけなんですけども、私、森田隆二が居酒屋に行ってですね、そして、まあ、居酒屋の親父さんにですね、メニュー表を、まあ、ちょっと見せてもらうと。で、その時に先ほどはビールしかメニュー表に載ってなかったんですけど、芋焼酎がありますよということで、これが二剤モデルですね。ビールという剤、芋焼酎という剤、二つの剤がね、提供される。こういったモデルですね。これを 二材モデルというふうに言うんです、ね、でえで、ー、パターン1パターン2っていうふうに書きましたけど、ねえー、2つ商品が材があるということですから、ね、ビール1杯それから芋焼酎7杯っていう消費量の組み合わせこれ別に考えることできます。ね でパターン2といたしましてはビールの方パターン1は芋焼酎いっぱい飲むわけですね私芋焼酎も飲みますから芋焼酎7杯と、ね、ビールはたった1杯と、ね、ちょっと尿酸値高いからと、ね、一方で、えー、パターン2はもう尿酸値今日気にしないと、ね、今日はビール飲みたい気分なんだと尿酸値気にしないとビール9杯芋焼酎1杯と、ね、こういう、まあ、消費量の組み合わせ、えー、だったと。 でこの時ですねパターン1でもパターン2でも自分の満足感が等しいっていうのであればこの2つがこの2つは無差別だ っていうふううふにに経済学的には言うんですね。無差別っていうとなんか無差別テロだとかそういう言葉でよく使われますけど英語で言うとインディファレンスっていうふうに言いまして、まあ、差別がないつまり等しいっていう意味合いなんですね無差別っていうのは差別がないつまり等しいという意味合いなんですねちょっと真ん中に引いておきましょうかね無差別っていうのは公用が等しいということです差別がない公用が等しいということに他ならないんですねですかねどっちでもいいよと どっちでも満足感は同じですよ。と、そういった場合、無差別っていう風に言うんで、えー、まあ、それをこれを知っておいていただければと思いますね。では、今度は次でありまして、えー、無差別曲線ですね。無差別曲線という。まあ、あの消費量の組み合わせが等しいということを無差別という風うに言うんですけども、その消費量の？ 組み合わせあの、えー、満足感が等しくなる、ね、消費量の組み合わせを1本の線に表現してあげたもの、ね、1本の線に消費量の、えー、1本の線に満足感の水準が等しくなるような消費量の。 組み合わせの点を1本の線で結んであげたものを無差別曲線というふうに言うんですねちょっともう一度申し上げますね私あの正しく言ってたかどうかあのちょっとあのあれなんでもう一度申し上げますけど効用、えー、水準が等しくなるような消費量の組み合わせを1本の線に結んであげたものを無差別曲線というふうに言うんですねじゃあ無差別曲線の作り方なんですけども これちょっとね、立体のグラフが出てきちゃいましてねあの立体のグラフっていうのは基本的に書けなくても構いませんあそうそうこれもちょっと申し上げておきますけどあの経済学は復習が大切だというふうに申し上げましたで復習する際のポイントなんですけども、えー、数式が出てきた場合は数式をやっぱり自分で書けるようにする解けるようにするこれが大切ですでさらに言うとグラフですねもっと言えばグラフが特に大切ですでグラフを中心に勉強していただいてっていうことが大切かなというふうに思いますけどだからグラフは えー、きちんと書けるようにしていただくという場合が言うことがとても大切です。ググララフフですグラフを書けるようにするこれが復習ででやるべきことです数式が出てきてるのあであれば数式も理解し書けるようにするこれが大切なことです。だけども立体のグラフこれ書けなくていいですこれ,これ難しいです立体のグラフは立体のグラフは書ける必要がありませんのでこれはこんなものかと。 いいう,ふうに押さえていただければ結構ですで。立体のグラフはもうこの11ページで出てきてこれで最後です。なので、えー、もう出てくることはありませんので、まあ、無差別曲線というのは大切な道具なんで無差別曲線ってね出まくるんですよ。結構出てるんでで、すよね。なので あのー、まあ私としても、うん、とても大切なものだと思ってるんで、あのー、立体のグラフってなるべく使いたくないんですけどね、えー、立体のそういったものはちょっと難しいですからあまり使いたくないんですけど無差別曲線は大切なんで、まあ、ちょっと立体のところから説明毎年ねさせていただいてるんですね。 ではいきますけれども横軸にですね X ビールの消費量ですね縦軸に Y 芋焼酎の消費量ですねそしてこの高さのところですね平面あの底,底面があってそして高さのところに紅葉満足感を取るんですね。で例えばビールの消費量が X11 杯ですビール1杯。ね。そして芋焼酎の消費量がですね、えー、7杯。ね。例えば A 店 ビール1杯ですよとそして芋焼酎の消費量が7杯ですよとでこの時満足感がね満足感が、ね、あの紅葉ってね紅葉ってこういうこうあのお椀型のそういったあの面でね表現されるんですね紅葉というのは、えーまあ、底辺にですね底面底面にですね消費量をこう考えまして高さに紅葉を取るとこうお椀型ドーム型で表現されるんですね。 でビール1杯そして芋焼酎7杯の消費量の組み合わせっていうのは A 点ですけども A 点の時の満足感っていうのはが仮に100であれば、ね、高さがここなんですね。ですかこの高さが100、ね、であると、ね、紅葉っていうのはこうお椀型ドーム型のね形で表現されると。ね、でビール1杯芋焼酎7杯の時の満足感がこう100であったと。ね、でこの100の紅葉の水準でパサッとねスパッとねスパッとこう 平行にね、えー、底辺底面をへに合わせてこう平行にこうスパッと切ってほしいんですで切ってもらってで、えー、切り口ができますでこの切り口を下にこう描いてほしいんですね切り口を下に描いてほしいんですで切り口の部分っていうのは何かなっていうと高揚水準が100のところでスパッと切ってるわけですから。 雇用水準が100のところでスパッと切ってるわけですから満足感が等しいことを表している一本の線になるわけなんですね。ですから A 点というのは満足感が A 点というのは、ね、満足感が100であるとでここの切り口をここに移し取ってあげたでだ切り口の部分っていうのは満足感が100に他ならないわけですね。で A 点の満足感も100ですし B 点の満足感もやっぱりねここ えー、この切り口のところの上に乗ってるわけですから B の満足感もねだからこの無差別曲線上の点っていうのはどの点も満足感が100になってることに他ならない。なぜなぜらばこのね えー、スパッと切ったこの切り口のところっていうのは100の水準でスパッと切ってますから切り口のところっていうのは紅葉水準が100に他ならないということでこの紅葉水準が100の、えー、線ですよとでその上に乗ってる点っていうのはやっぱり満足感が100に他ならないということで B 点の消費量の組み合わせもやっぱり満足感が100になっているとでこの底,底面だけをここに移し取ってあげたものがこちらですね。 縦軸が Y 材の消費量そして横軸が X 材の消費量でそしてこのね線が引かれておりますけどこれがね今回満足感が100の水準でスパッと平行に切ってますからここの無差別曲線というのは満足感が100を意味しているとでこういう原点0に対してなんか出っ張った形のグラフっていうのを原点に対して「凸」っていうね言うんですね。 原点ゼロに対してこう出っ張った形のグラフなんですけどこういうグラフの形のことを原点に対して「凸」っていうふうに言ったりしますのでこれもちょっとメモっといて頂いければと思います。で A 点っていうのは無差別曲線が100の水準の上にありますから A 点つまり X 材の消費量が1芋焼酎の消費量が7の時の満足感というのは100なんですよ。 B 点っていうのも、ねえー、この無,、えー、無差別曲線100の水準の無差別曲線上に乗ってるからあるいはここの点もやっぱり満足感が100の水準に乗ってますから、えーえー、このね満足感でいうと雇用でいうと100ですし、まあ、ここの消費量の組み合わせもやっぱり満足感が100になると。 無差別このの無差別曲線の上に乗ってますから、ね、ですかだからこの無差別曲線上のどの点も満足感は100になっっててますすよととそういったことを表してるんですねちょっとここのところは難しいんですけどもいずれにしても無差別曲線というのは原点に対してドツ型だとそして無差別曲線上のどの点も、ね、消費量の組み合わせは違うんですけども無差別曲線上のどの点も公用水準は等しくなっていると。 そこは押さえておいていただけると思います、まあ、ただねちょっとね立体,のグラ立体の図っていうことで、まあ、ちょっと分かりにくいという方は、まあ、とりあえず今のところはですね、まああのー、無差別曲線のね無差別曲線のここの意味合いですねここの意味合いを、まあ、よく分かっていただければちょっとここのところ難しかったっていうのであればここのところだけでもまあ十分かなっていうふうにテスト上は十分かなというふうに思いますんで、ね、無差別曲線は原点に対して凸型の形をとると。 ねえー、そしてどの、無差別曲線上のどの点も満足感が等しい、雇用が等しいと、ねえー、そこだけ押さえていただければ、まあ、ここのところはいいかなというふうに思いますね。では えっとまあ、経済学ではです、ね、あの先ほど申し上げましたようにあの接線の傾きっていうのが大切になりますんで、えー、ここでもグラフが出てきたらこの無差別曲線の接線の傾きっていうのが大切になってくるわけなんですねじゃあ無差別曲線の接線の傾きって何ですかっていうと接線の傾きっていうのは基本的に限界という言葉で表現されますんで、えー、限界っていう言葉で表現されるわけなんですけどもこれは限界代替率っていう言葉でね表現されるんですね。マーージナルレトブブサスティュション ということで MRS っていうふうに言ったりするんですけど後ほどここも皆さん書いておいていただければと思いますねで限界代替率っていうのは何かなっていうと、ね、X 材をね、ビールを一杯おかわりしたことでね、芋焼酎を何倍代替できるのかなとそういった概念ですねビールを一杯おかわりできるんだったら芋焼酎を最大で何倍諦めてもいいのかなと ね、ビール1杯をおかわりできるんだったら芋蒸気を何杯最大で代替できるのかなとそういった概念を限界代替率って言うんです、ね、だからもうビールを市場に飲みたくてしょうがないような時だったら限界代替率は大きいんですよビール1杯をおかわりできるんだったら芋蒸気をね10杯諦めてもいいですよというふうになるわけですよね。 ですからビールすごい飲みたいですという時だったら限界代替率は大きいでしょうしビールのもうちょっとねいっぱい飲んじゃってる時とはビールのあり,ありがたみが小さくなってるから限界代替率は小さいでしょうし限界代替率っていうのはその,その状況においてですね あの大きさは違うわけですねだから私ははっきり言って今の,あのビールの限界代替率は大きいですよもうビールだいぶ飲んでませんからもう半月ぐらい飲んでないあそこまでちょっと言い過ぎですけどね年末ちょっとあの、えー、飲み会がちょっとね忘年会が多かったですからあのちょっとビールは結構飲みましたけどもそれからもう全然一滴も飲んでませんからね年末年始ね、えー、だから今の私のビールの限界代替率は大きいです 1> ね、で1杯おかわりできるんだとしたら最大で何杯諦めてもいいのかなとビール1杯おかわりできるんだったら最大で芋焼酎何杯諦めてもいいのかなとそういった概念なんですねつまりそれっていうのは2剤の交換比率に他ならないとビール1杯と芋、ね、例えば私今ね、あのー、ビールの限界代替率が10だとしますビール1杯おかわりできるんだったら芋焼酎最大で10杯諦めてもいいと。 これっていうのは2剤の交換比率でいうと、ビール1杯に対して芋焼酎10杯と交換してもいいっていうことで、交換比率が10ってことなんですね。1に対して、ビール1に対して芋焼酎10よこせってことなんですよ。ね逆に芋焼酎10あげるからあのビール1をこせってことなんですよ。これが限界代替率が、ビールの限界代替率が10ってことで、交換比率にあの他ならないということなんですね。 ビール1杯おかわりできるんだとしたら最大で芋焼酎何杯諦めてもいいんですかとそういった概念ビール1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎を最大で何杯まで代替できるんですかそういった概念なんでビール限界代替率が10であればビールの限界代替率が10であればビール1に対して芋焼酎10もらえるっていうね、えー、ビール1くれるんだったら芋焼酎10手放してもいいっていうことなんで交換比率に他ならないということですね。 で限界ということは、やっぱり接線の傾き、ね、接線の傾きですね。ここちょっと接線の傾き、強調しておいてくださいね。点点点、つけておいてください。ね、限界というのは接線の傾きですと、今回は無差別曲線の接線の傾き。デルタ X ッのデルタ y であると。ね、ビール一杯、デルタ X ビール一杯お替わりした時の、ね、ビール一杯お替わりした時に。ええー、芋焼中何杯諦めてもいいのかなと、最大で何杯芋焼酎諦めてもいいのかなと、これが、えー、意味合いですね。 で、限界代替率のところなんですけどこれね2つちょっと丸えここえこっちはプラス1ということなんですけどもえここマイナスつきますんでね限界代替率。のととこ,ろこうマイナスをちょっとねつけていただくですね。でなんでマイナスつけるんですかっていうと限界代替率っていうのはプラスで定義するのが習慣になってるんですよ。 ですからマイナスをつけることによって、えー、打ち消しあってプラスにしてるっていうことでこのプラスで定義するのが習慣化してるんであえてマイナスをつけてるということですねこれこれだけだったらマイナスになっちゃうんですよ。ビール杯杯おかりでできるんだとしたら、芋上中はマイナスっていうことなんでこマイナスになっちゃうんですね。だから限界代替率っていうのはプラスで定義してる習慣がありましたんですね。じゃあちょっと具体的にいきましょう。 えー、ビール1杯おかわりしてですね芋焼酎2杯、えー、減らせばですね、えー、紅葉は一定であると、ね。ビール1杯おかわりできるんだとしたら自分は芋焼酎2杯諦めてもいいですよと。ビール杯杯で芋2杯ででいたきますすと、ねえー、そういった状況ですねじゃあケース1とケース2なんですけども1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎は2杯諦めてもいい紅葉同じですよということでありましてこういった場合1杯おかわり、ね、芋焼酎はマイナス2ってことでね。 1>, えー、1, マイ1が分子に来てでプラス1ですから1が分子に来てでマイナス2が分母あごめんなさいあの分子と分,分母ちょっと言い間違えましたけど分母に1が来てで分子にマイナス2が来ますよね。でこのまま,このままだったら分子のマイナスがありますんでマイナスになっちゃうじゃないですか。 限界代替っていうのはプラスで定義する習慣がありますんでだからここにマイナスをつけることによってここのマイナスと打ち消し合ってプラスになるということでなぜマイナスをつけるのかっていうとプラスで最終的にアウトプットしたいからプラスでアウトプットしたいからだからマイナスで表現してるんだなとマイナスをつけてるんだなと押さえておいていただけると思いますねではその次ですねえー、っとですね こちらになりますけれども。えっ、ー、と、限界代替率ですね、グラフでいうと、どういうふうに表現されるんですかというと。まずですね。 接線の傾きでいきますねここ,の点をここの点に注目していただければと思いますねここの点に注目していただいてまず限界代替率の説明なんですけどまずその前にですねここの点に注目していただいてまず1番ですビール一杯お代わりということでここに注目していただいて1番でビール一杯お代わりするというのはデルタ X でビールプラス1ということですねビール一杯お代わりすると ビール一杯おかわりできるんだとしたら今例えば芋焼酎5杯減らしてもいいというのであれば今度一杯おかわりに対して2番ということで5杯諦めてもいいということですね1増やすことができるんだったらマイナス5でもいいですよと最大で5減らしてもいいですよということですねですからここの傾きというのはデルタ X 分のデルタ Y でですねあのプラス1が分母に来て、ね、マイナス5が分子に来るじゃないですか 1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎を5杯諦めてもいいということでマイナス5なんですよ。で MRS っていうのはプラスで表現するっていうことでありますんでマイナスをそぎ落として表現するマイナスがついてるもんだからマイナスを掛け算してそれでプラスで表現してるあげるっていうのが MRS なんでね、えー、5杯諦めてもいいっていうのを表現してるのが MRS、まあ、つまり、えー、ここにマイナスをつけることによってプラスでね表現してあげてるっていうことなんですね。 ですかね、だからなぜマイナスをつけるのかというとであります、ね、1杯おかわりできるんだとしたら5杯諦めてもいいっていうことであってこれマイナス5になってしまうんですね。で MRS っていうのはプラスで表現するっていうのがまあ通例なんでマイナスをつけてプラスにしてるということですね。で次なんですけど限界代替率低減の法則っていうのが出てくるんですね。 限界代替率低減のの補足とといいうううは何かなというとこうなこん例えば A 点と B 点比べて頂ければと思いますけど A 点っていうのは例えば X 代の消費量が少ないわけなんですね。A 点というのは X 代の消費量が少なくてこの時例えばビール1杯おかわりねビール1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎10杯減らしてもいいっていうことですね。 ですかここの傾きっていうのは、ね、ビール一杯お代わりできるんだとしたら、芋焼酎を十杯減らしてもいいっていうことなんですね。ですか、ビール一杯お代わりできるんだとしたら、例えば芋焼酎十杯諦めてみもいい、いいよと。で、マイナス十じゃないですか。で、限界代替率はプラスで表現しますね。マイナスを取って、まあ、マイナスを掛け算して、プラスで表現してあげた。 X 剤の消費量が増えました X 材の消費量が増えるとですね限界というのは小さくなるんですねビール1杯おかわりできるんだとしたら諦めてもいい芋焼酎の量っていうのは例えば、えー、0.5杯ですよとビール1杯おかわりできるんだとしてももう一杯飲んで飽きちゃってるからもう一杯飲んでちょっとありがたみが小さくなっちゃってるから諦めてもいいなっていう芋焼酎の量は0.5杯ですよということでマイナス0.5なんですね。 で限界代替率というのはプラスで表現しますからマイナスを取ってつまりマイナス一を掛け算して零点五で表現している上げているということですねですから限界代替率低減の法則ということで X 材の消費量が増えていくと傾きがだんだん小さくなっていくということなんですね X 材の消費量が増えていくと傾きが小さくなっていくということなんです でこ,れここより先はちょっと次回以降ね、えー、詳しく説明させていただくといたしましてですね、えーまあ、ちょっと直感的なお話を申し上げておきますとなぜ傾きが小さくなるのか限界代替率が小さくなるのかってとすよね先ほど限界行為を提言の補足ってやったじゃないですか。 例えば8ページですね。限界効用低減の法則。そして9ページ。ね、ありがたみが関係しているってことでやりましたけど、ここでもやっぱり同じなんですよ。限界代替率低減の法則もやっぱり同じでありまして、ね、1杯おかわりできるんだとしたら、最大で芋調中何杯諦めてもいいのっていう概念が限界代替率ですよね。だからビールの消費量が増えていくと、ビールのありがたみが減るから、ね、 えー、諦めてもいいなっていう芋焼酎の大きさも、えー、だんだん減ってくるってことですねだからビールのありがたみが大きい、ね、ビールの消費量が少ない時っていうのはビール飲みたくてしょうがないわけですから。 諦めててもいいいいやっていう、ね、芋焼酎の量は非常に大,い大きいわけですよ,いわけですよなぜならばビールのありがたみが大きいからビール飲みたくてしょうがないからだけどビールの消費量が増えていきますとねビールのありがたみが小さくなってるもんですから一杯おかわりできたとしても、まあ、あんまり満足感高まらないから諦めてもいいやっていう芋焼酎の量は、まあ、非常に少ないわけですよね。 もうビールからありがたみビールでかなり満足しちゃってるからビールのありがたみが小さくなってるんで一杯お代わりできたとしてもあんまり満足感が高まらないあんまり満足感が高まらないのであれば。 諦めてもいい芋焼酎の数、あの量も少なくなってしまうということで、ね。だからビールの消費量が増えていくとありがたみ、ビールのビールのありがたみが小さくなるから。諦めてもいいやって思えるですね、芋焼酎の量もそれに応じて減ってくると。これが限界代替率低減の法則です。そういった法則を限界代替率低減の法則というね、言うんですね。だから、あの、まあ別に、あの、非常にこうなんていうのかな、当たり前のことですよね。 まあ,のありがたみが小さくなっていくから諦めてもいいやって思える芋焼酎の量が減っていくというのは当たり前のことじゃないですかそれをなんか難しい言葉で言ってるということであってなんか経済学ってなんか難しいこと言ってるのかもしれないというふうに思われるかもしれませんけど初歩の段階では非常に基本的なことを、まあ、言葉を使って説明していると難しい言葉になってますけどそれはあの経済学って欧米で発達している学問ですからアダム・スミスはイギリス人ですよでアメリカで非常に発達しておりますよですから欧米で発達している学問 ですからね、それを翻訳して、えー、広まったっていうのが日本の状況ですからやっぱり翻訳だとどうしてもね言葉固くなりますからなんか難しいこと言ってるのかなっていうふうに思うかもしれませんけど実はそうでもないと処方、ね、の段階ではね、えー、いうことでありますんでまああのーえー、アレルギーね持つなっていうふうに言っても、まあ、難しいのかもしれないですけどアレルギーは、まあ、そんなに持たなくていいのかなっていうふうに私は思ってるんですけどね。 まああともう一点ちょっと申し上げておけば今さっき申し上げたように限界代替率低減の法則を説明する際に限界効用低減の法則のところまで振り返ったじゃないですかだから私今のお話は何かというと対比させたってことなんですよ限界効用低減の法則と限界代替率低減の法則をね結構似た言葉ってありますからね。対比させることによってあこれも同じじゃんと ありがたみっていう観点で見るとと同じじゃんと一財モデルと二財モデルの違いもちろんありますよ一財モデルと二財モデルの違いはありますけどありがたみ「財の希少価値」ということで考えれば同じことを言ってるんですよ。 ね、本質的には同じこと言ってるわけですよ、ね、ありがたみがだんだん小さくなるもんだから満足感の高まりも小さくなるんですよということを結局一材モデルと二材モデルの違いがありますけど言ってるわけなんですよですから対比させることによってそのまあ、理解が深まったりだとかですねというのが出てきますのでなるべくこうね あのリンクさせて、ね、だから私が今申し上げたところなんかね限界効用の低減の法則と限界代替率低減の法則なんかどっかにちょっとメモっといていただいてですねあの後で復習する時にリンクさせてそれでやっていただきますとまた理解が深まっていくと思いますんであの私ちょっとあっちゃこっちゃねテキスト飛んだりすることがありますけども基本的には振り返るってことをね、えー、することが多いかなというふうに思いますけど。 あのーまあ、もしテキストを振り返った時なんかねだから今回のように限界大体率制限の法則というのをやってるのに毎やって限界行為を制限の法則に飛んだりする場合もありますからそういった時はちょっとメモっといていただいてで復習の時にね、えー、両方やっていただくと理解が深まるかなというふうに思いますから対比という概念、えー、対比というところにも、あのー、注意を傾けていただくといいのかなというふうに思いますね。 はい、えー、そんなところでしょうかね、えー、私の第一回目のですね合格規則講座なんですけれども、えー、時間の方が来ておりますのでね、えー、以上とさせていただきますどうも皆さん、えー、お疲れ様でした。